ラコインクいいですね。あ、吉正さんの過去の曲の一部が入っていたり、ダンスの懐かしさ、今の AKB 表現されていて素敵です。 MV もいいですねって。あ、そうですね、 CD の発売イベントとかもあると思うので楽しみにしてます。ぜひ来てください、ね、吉正さんの曲やっぱマジでいい、大好き。そしてちーねーさん、え、選抜おめでとう。 YouTube チャンネルでの出戻り組です。再び AKB の熱い人を一緒に過ごさせてくれてありがとう、嬉しい。 YouTube やってよかった。え、樋口さんの見せましたっけ私すいません、もうちょっと分かんなくなっちゃった。はい、樋口さんこちらです、ありがとう。そして続いてちーねー、ありがとう。 YouTube 出戻り組ユナモギョン、ありがとうございました、応援してくれて。続いてふみにゃさん、え、髪色暗くても明るくてもどっても似合ってて可愛いです、どっちも大好き、ありがとう。今日はうまく髪が巻けました、特にここあ、ま、短くない、ダメだ。ふみにゃ、はい、続いてみゆちゃん、こんにちは、こんばんは、お元気ですか。お元気ですよ。ハイトお姉さん大変に可愛くて助かります、ありがた、顔整いご自愛くださいまし、ありがとうございます、ご自愛させていただきます。ハイトお姉さん今は紫が色落ちした感じで、結構握手会でも言われましたね、髪色のこと。続いて夏子さん、総監督のお仕事お疲れ様でした、はい、メンバーのためにゆきりんさんと一緒にセトリを考えてくれてありがとうございましたって、嬉しい、ありがとう。そうです、これがもう総監督として本当残り少ないこういうイベントになるのでね、ありがとうございます。続いていのちゃん、え、いのちゃんサインありがとう。カウントダウン TV の時の最後のユーオンのわちゃわちゃが可愛すぎた、今後もユーオンに注目しながら見るね、こういうやつね冗談でやるって話してたんですけど、本番で本当に目が合ってやっちゃいました。ユーオン新名めっちゃ嬉しい。続いて、お、ヒーローさん、いつもリミスタありがとうございます。おんちゃんいつも AKB のために頑張ってくれてありがとう。モギオン最高、うーん、モギオンしか勝たん、モギオンはガチ。続いてヤマモさん、総監督引き継ぎまでもう少しですね、長い人気お疲れ様でした、ありがとうございます。今日何日だっけ、4日、あと十何日、あと2週間ぐらいですね、ありがとうございます。続いてアシングさん、コメントがない、残念。アシングさん海外の方かな、ありがとうございます、届きますように。ペースこんくらいでいいんでしたっけ、 ありがとうございます。続いて天田先生、あ、握手会来てくれた、昨日一昨日かな、ハロウィン私会参加できて本当に幸せでした、今度の握手会またバレーボールの格好で伺いますね。そう、来てくれました、バレー部の顧問なのかな確か、先生ありがとうございます。佐藤さんへ、好きな曲を教えてください。好きな曲はあ、臭いものだらけ大好き、なんか最近のその話題になった曲の中で言うと新公演の瀬戸里に入ってる臭いものだらけ大好きです。他にもいっぱい好きな曲ありすぎてちょっと選べません。続いてひろあきさん、お、うんちゃんおすすめのお酒のお供はカルパスです。あと最近エビセンにもハマってます。レモンサワーの他によく飲むお酒はビールか梅酒です続いて、お、こじゃる丸さん、昨日も来てくれた、ありがとう。長い間総監督お疲れ様、これから一人のアイドルとして魅力全開で頑張ってね、これからのミンゴ本当に楽しみ、ずっとずっと応援するね、ありがとうございます、ね、いつも応援してくれてミヨン推しの皆さんに喜んでもらえるように頑張ります。あれも横断幕もありがとう。マチャさん、え、はい、
4月の握手会娘ちゃんと行くからよろしくね。え、楽しみ。子供大好き、かわいい、楽しみにしてます。ちょっとコメントもねちょいちょい読みながらやっていかないとですね。続いて落合ひろきさん、総監督お疲れ様でした。ミヨン総監督の AKB が大好きです。グラビアのミヨンも大好きです。2冊目の写真集期待しています。早い、ありがとう。早い、出せるとしたら30歳とかじゃないですかね。でもありがとうございます。続いて太一さん、総監督5年間お疲れ様。これから一人のメンバーとして楽しんで劇場や選抜の活動頑張ってね。これからもずっと応援してるね。ありがとうございますね。みんなこうやって総監督お疲れ様って言ってくれて優しい。楽しみますこれから。続いて奈良ちゃん、奈良ちゃんもねいつもリミスター、あと結構オンラインとかでも来てくれますね。もんちゃんとのお話から本当に毎回楽しいんだ。ド M 話、好きな女の子の写真見せたい、心から楽しい、ありがとう。すごい、自ら全世界に公開していくスタイルですが、そうなんですね、奈良ちゃんド M だそうです。殴られたいんだってガサインの色紙にいつもなんか殴るぞみたいなこと書いてって頼まれます続いてレンさん、あ、奈良ちゃんいた。レンさん、昨年夏から AKB そしてミヨンファンになった新参者です。え、めっちゃ嬉しい。慌てて去年は武道館見に行って、今年はひーちゃん卒コン行きました。3月17日も行きます。今のミヨンさんのセンターが見たいです。嬉しい、頑張ります。もう一回センターできるように。すごいね、去年の夏に好きになってからもうコンサート何回も来て3回目次がすごい、めっちゃ嬉しいです。行動力最高。はい、続いて長谷川慎一さん、いつもめっちゃ喋る、握手会も来てくれたし、オンラインでも結構長話しますよね。ありがとう。コメントがちょっとないんですけど分かりますよ。続いてゆうたろうさん、コメントない、残念。ありがとう。ゆうをつなげて書くのが私のポイントです、ゆうの。続いて、あ、ちょっとペンが終わった。ちょっと待ってね、感じなので。ゆりえちゃん、ゆりえちゃんも握手来てくれましたね。リミスター3回目、カラコン行く最高すぎます。初めて聴いた時も聴けば聴くほど良すぎる曲だし、改めて AKB 最高だなと思える曲です。一生が AKB が大好きです。嬉しい、ありがとう。ゆりえちゃん、そう、なんか髪の毛青に染めてて、ショートの青めっちゃかっこよかった、似合ってました。続いてかゆちん、お、わかりますよ。前回メッセージなくてごめんね。お、ついにメッセージが書ける、かけてる。何書こうか迷って気づいたら期間終わってんのよね車買ったんだって。納車はしてないけど楽しみでしょうがないよ。早く自分の車でKBに楽曲流してドライブしたい、最高。ドライブにおすすめなのは七里ヶ浜の七不思議です。なんか私的にはわかんない、自分運転しないんでドライブにおすすめとか知らないんですけど、疾走感がある曲がやっぱいいよね。続いて脱出ゲーム好きさんへ、脱出ゲーム好き同じじゃないですか。総監督としてのミヨも好きでしたが、メンバーの一員としてのミヨも好きになりたいので、これからも応援しています。長く AKB として頑張ってもらいたいです。ありがとう。一メンバーとしても応援よろしくお願いします。脱出ゲームどんなのが好きなのか今度教えてください。七里ヶ浜いいよね。続いて、お、青森からのマサさん、新曲発売、そして選抜におめでとうございます。 AKB らしさが詰まった曲大好きになりました。 MM の世界観、衣装、パフォーマンスも素敵、たくさん見てます。春コンデの日のも楽しみにしてます。ありがとう。マサさんは、まあ、あのおじさまなんですけど、実はめちゃくちゃイラストがうまいっていうことに、なんか結構長く来ていただいてるんですけど、ここ数ヶ月、半年ぐらいの間に初めて知って、超絵かわいいの。それでめっちゃなんか
ギャップ萌えでした。ミラクルドリームさん、総監督お疲れ様でした。これからもイケメンに貢献してください。ありがとう、いつも長く応援してくれてる、ね、いっぱい来てくれてありがとうございます。いつも続いて千葉ゆうすけさん、お昨日かおととい来てくれたんじゃない、確かピアアリーナ3公演全部行きます。生で見よう見れる楽しみです。すごい、全部ありがとう。全部っていう人結構多くてめっちゃ嬉しかったです。あ、僕です、ミラクルドリーム、わかるよ。続いてタラチンさん、土曜握手会ありがとうございました、可愛かったです。お、握手会の後に書いたのかな。次はユキニの卒コンと春コン行くの楽しみにしてます。ユキニを盛大盛り上げて見送りましょう。それな、めちゃくちゃ楽しみましょう、コンサートよろしくお願いします。続いてまゆちゃん、おんちゃん10月14日のオンラインで誕生日のサインありがとうございます。おお、その時何歳か言うの忘れてたんですけど21歳になりました。若っ、いいな。なのでみおんちゃんとお酒飲みたすぎて最近ずっと叫んでます。うん、怖い。写真集外れて飲めなかったの悲しすぎて。あー、確かに写真集イベントね、またああいうの絶対やりたいと思ってるので一緒に飲もうね。次、直俊さん、お、埼玉県から来ました。同じですね。総監督お疲れ様でした。ユキに卒コン外れたのでイケメン全配信があれば見ますね。卒コンめっちゃ外れた人多かったみたいなんだけど、配信とかあんのかな、ちょっと私も全然知らないんですけど、あることを願っています。次、カホちゃん、あ、ヤッホー、カホだよ。かわいいかわいいミオンちゃんの猫ミームならのオンミームみたいな。私さ、TikTok とか見てなさすぎて猫ミームが全然わかんないのよ。あの、なんとなくわかるんですけど、あの動画みたいなのは、曲とかが全然わかんない。ハピハピとかチュピチュピチャッパチャッパドゥビドゥビラバラバ、うん、ちょっとメロディーがわかんないんですけど、なんかこうやって踊ってんのあるよねとかみたいな。オンミーム勉強しときます。びっくりした。続いて葵ちゃん、みおんこんばんは。カラコミンク落ちサビでみんなでウィンクした後に祈ってるポーズみたいなところ、のみおんちゃん可愛すぎて大好きです。嬉しい、そこ一番、まあ、私的にもすごい見てほしいところです。みんななんか外に向かってこうやって祈るポーズして上向くんだけど、私正面だから外向けなくて、もう真上ごまかせないので、そう、そこをぜひ注目してください。てか、あのみんなで左右にウィンクするとこで真ん中なのもめちゃ嬉しいです。次、あんずちゃん、あ、みおんてやん、みおんちゃんの前歯世界一可愛いので、これからもたくさん笑顔で過ごして、私たくさん歯を見せてください。いつも前歯前歯言ってるけど、歯なくても可愛いよ。絶対にそれはおかしいよ。前歯がエリーとアンズちゃんぐらいです。私の前歯こんなに褒めてくれるのは、この2本が好きなんだって。歯なくなっても愛してね。次、長諏訪さん、え、なんかクイズだ、いつもクイズ考えてくれる長諏訪さん。ミーヨンクイズ、以下の中で10年前2014年の出来事ではないことが一つあります。どれでしょう、先駆け AKB48 と菓子塾の連載開始、2. アンフェアジエンド公開、 3. ゆうこさんからヘブロットセンターに指名、 4. モバメ解説。アンフェアじゃない、あ、うん、うーん、いや、うーん、1か2か迷う。アンフェア2015とかじゃなかったですか、どうだろう。でも菓子塾の1曲目がリフレインだったのも気もするから、リフレインって2014年の年末とかじゃなかったでしたっけ、秋とか。それより後に連載開始してたらどうなんだろう。はい、正解分かる人教えてください。続いて、ミク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 ちゃん、どうも、ハッピーポジティブギャルことピーマンです。もう名前ピーマンなっとる。イエイ、今日も超可愛いね。みおんちゃんのおかげ人生楽しい、ハッピーハッピー、ノリ良くて面白くて顔面天才で、ファブなとこいや全部が好きです。ひなのがおんさんにピーマンあげるって言ってました。ピーマン、ピーマンあげる。あとはもうノーコメントです。
ギャル、あ、ちょっとペンが終わった。ひでちゃんへ、ひでちゃんコメントない、残念。じゃあコメントないけどピーマンあげる。あ、アンフェアだけ2015年合ってました。私結構ね、歴史、自分の歴史とか覚えてるタイプな気がするんですよね。またクイズください、楽しい。はい、続いてミカちゃん、シングル発売、そして選抜おめでとう。ミオンちゃん出会ってからずっとずっとたくさんの元気と幸せもらってるよ。いつもありがとう、大好きだよ。うん、ありがとう。こちらこそたくさん幸せをありがとう。続いて8月小太郎さん、はい、すごい速さで変化していく AKB の中で、最近はエッチエッチじゃなくて大人の色気と美しさが増し増しで、可愛さと賢さは変わらないオンタンが大好き。新婚は絶対行くよ。あ、波動のぼやきはほどほどに。だって、はい、でもどうせみんなゆうゆうのことが好きなんでしょう。小太郎さんもゆうゆうのこと、ゆうゆうのどうせリミスターにも応募してるんだ。それで私とゆうゆうのアザジャケットを隣同士で飾って、裏表に飾って両 A 面みたいにしちゃえばいいんだ。はい、続いて翔太さん、あ、まさか昨日ぶり、まさか対面フルブス参戦でしたね。ありがとう、最高。あれでしょ、お代理推しの翔太アットマークカタンさん、最近めっちゃ見に来てくれて、あ、見に来てくれて、会いに来てくれて嬉しいです。はい、ぜひこれから小田さんがね、卒業して寂しいと思うけど、 AKB のことこれからもよろしくお願いします。フルブス参戦すごいな、よく考えたら。次、高垣弘之さん、いつも可愛いみおんちゃんに影響されて変な家を読んじゃった。面白い謎と聞き合った、また教えてね、最高。え、読んでくれたの、大好きな変な家、絶対映画も見に行かないと。そう、歌のうまい高垣さんね。続いて竹田くあんさん、はい、半魚丼。パシヒコの握手会でリミスター当たったよと報告してるはず、してたと思います。これで5作連続ミーオンのサインゲットすることができてめっちゃ嬉しいです。え、ありがとう、すごい。今回どんな可愛いミーオンなのかな、楽しみです。こんな可愛いミーオンです。続いてゆなちゃん、あ、ゆなちゃん昨日か一昨日来てくれた、可愛かった。今回のビジュが本当に可愛かったです。いや、ゆなちゃんの方が可愛かったです。総監督お疲れ様でした。おんちゃんが総監督じゃなかった AKB にもおんちゃんにも出会ってなかったんで、今まで頑張ってくれてありがとう。これからも大好きだよ。優しい。本当に美女が天才、ゆなちゃん。続いて、ちょっと待ってくださいね。福ちゃん。総監督お疲れ様でした。卒業まで、いや、卒業してからもずっと応援してます。優しい。ありがとう。福ちゃんも来てくれたかな、博士会。ありがとうございます。続いてイエロールースターさん来ました。少し早いけど総監督お疲れ様でした。あら、その退任は卒業のカウントダウンの始まりなのかなって思ってる。どうでしょうね。向井一美の最終章、付き合うぜ。もう最終章まだわかんないですよ、あと50年ぐらいいるかもしれない。え、俺は向井一美の AKB という青春の共犯者になりたい、かっこいい、キャッチコピーしたい、青春の共犯者っていう曲ありそう。次、ヨシさん、ありがとう。でもメッセージがない。でも今回メッセージない率少なめかも、今までで一番みんな書いてくれてる、ありがとうございます。次、マキちゃん、ミオンちゃんの好きな巻き寿司は何ですか。巻きだけに。私はネギトロ巻きが好きです。私もネギトロ好き、普通にカッパ巻きも好きです。シャキシャキ、お腹空いてるから今お寿司の話しないで、巻き巻き。次、いいよよ、お、ゆうやくん、あら、夜勤で多分これは見れてないけど、今日みたいな配信公演、握手会でみんなに会える楽しみがあるから、仕事で大変なことあっても頑張れるよ、だって頑張れ、夜勤応援してるよ。
ミオにはいつも支えてもらってるよ、だってこちらこそです。昨日も大田幕ありがとう。続いて、お、小川さん、小川さんね、最近めっちゃ来てくれるようになったんですよ。嬉しい。年始から鬼スケジュールめちゃめちゃ大変そうですね。その分素敵なパフォーマンスを届けてくれるおんちゃんからいつも元気になるものをかけてもらってます。特に劇場最高、いつもありがとう。こちらこそ。なんだっけ、新公演初日最前にいました。小川さん強い。次はゆかてぃん。はい、みおんちゃん、なんでそんなに可愛いの。どうしたみおんちゃんみたいに可愛くなれるの。みおんちゃんは何してても可愛いよ。その後は読まないでおこう。ありがとう。ゆかてぃんも昨日ね、久しぶりに会ったんですけど、めっちゃ可愛かった。なんか幸せそうだった。次、みーちゃん。みーちゃん、イミスタ当選嬉しい、やったー。おんちゃんが出る公演なかなか当たんないけど、配信で見て元気出してます、大好きです。嬉しい、見に来て新公演。みーちゃんはあれかな、ゆーちゃんとかも好きなみーちゃんかな。ぜひ UD プロデュース見に来てください。次、高空。みおんちゃんからずっとずっとたくさんの幸せもらっていて、本当にみおんちゃんの存在支えられて生きてます。いつもありがとう、大好き、ありがとう。アイナナにもハマってくれて最高です。アイナナトークいっぱいしような、これからも。次、カズさん。今回マザージャケット変えてよかった。昔の AKB って感じがしました。あ、曲がね、ゆきりんセンターだからとても似合ってるって思ったよね。え、わかる、すごいザ AKB って感じで大好きな曲です、私も。ありがとう。続いて、つよぴー。はい、いっぱいいつもありがとう。劇場公演握手会でミオに会えるから楽しい、いつもありがとう。こちらこそ。つよぴーね、なんか全然劇場側最近当たんなかったらしいんですけど、やっとこの間僕隊に入れたって喜んでましたね。え、待ってます。また昨日も一昨日も来てくれたし。続いて、やっぱりお腹鳴りそう、いつもお腹空いてリミスタやってる時間がね。マミちゃん、ユーリコン初日お疲れ様でした。初めての16人声で目足りないってなったけど、迫力すごくて改めて劇場いいなと思ったし、新衣装可愛くて、ストームの懐かしい曲から初めて知った曲まで楽しかったです。え、そっか、初日入ってたのか。マミちゃん、よかった、初日見てもらえて、かわいい。いつもね、うちわとか作ってくれてありがとう。あ、ゆかてんいる。続いて、ちょっと待ってね、みのりさん。ちょっとボツにしよう、ちょっと変になっちゃったんで。みのりさん、ありがとう。でも白紙だ、メッセージ。今あげる、今あげればいいと思ってる。次、ヘンリーさん。いつも仙台から応援しています。実は今第一子を妊娠中。おめでとうございます。頑張ってください。あ、なんか書いてあるけど消されてる。頑張れー、おんちゃん大好きだよ、だって。ありがとう、赤ちゃん連れてきてね、ぜひ。次、ヒデさん。新曲発売おめでとうございます。握手会お話し会楽しみしてます。そしてコンサート行きますので盛り上がります。これからもずっと応援してます、頑張って。ありがとう、ぜひコンサートも楽しみましょう。あのヒデさんかな、若い若い、同い年か年下か忘れちゃったけど、ありがとう。次、めいちゃん。ああ、めいちゃん、選抜おめでとう、 MV の美女好き、ありがとう。めいちゃんね、今亡霊なんだよね、かわいい、本当にいつもかわいくて大好き。ネイルもね、超かわいかったです、見せてもらった昨日かおととい。続いて、まりなちゃん。みおんちゃん、今作も選抜おめでとう。総監督も16日で終わりということで、肩の荷が下りた今までとはまた違うみおんちゃんが見れるのかなと楽しみな部分もあります。頑張ります。少し早いけど、約5年間総監督お疲れ様でした。今
とかも応援してます、ラブ、ありがとう、完璧な模範、模範ですラブあ、ヘンリーさんいる、いやー頑張って、応援してるよ、無事にね、赤ちゃんに会えるの楽しみにしてます。次、かっくん、はい、1月大阪ファミリーで初めて握手会参加しました。あら、か、あ、香川なんだって、遠いね、ライブ参加難しいですがこれからも応援しています。ありがとう、ぜひ香川の方、四国とか行きたいですね、ツアーしたい、また待っててください。次、ナッツ、ナッツありがとう、うん、でもメッセージない、残念、ピエン、ハートあげる。続いて、あ、はるさん、はるさんメッセージ、はるさんもないじゃないですか、書いて、ハートあげるよよよ。続いて、ひび、ひびさん、ひびさん、総監督お疲れ様でした、僕はミンヨが総監督でいてくれたから AKB 戻ってきたと思ってます、今本当に楽しいです、めっちゃ嬉しい、一番嬉しい、ありがとう、ね、今の AKB 楽しいよね。次、なんかペンの調子がね良くないんですよね。ななみん、カリフォルニアはサンディエゴに出張のため当日見れないのは残念ですが、え、出張？ニョンちゃんのサインお帰り後の楽しみにお仕事頑張ってきます。頑張れ、すごい、かっこいい、サンディエゴ、カリフォルニア行ったことない、行ってみたい。次、武井さん、お、ゆきりんセンターユオン新名チーム下手最高そうね、いっぱいある。何よりおんちゃん最近ピンクに紫にハイトーンの髪色が可愛すぎる、あら、今もなお可愛さの引き出しが増え続けるおんちゃん、あなたは女神です、キャッ、ありがとう、武井さんは本当に全肯定してくれるからもう大好き、ありがとう。次、あ、つよぴー2号出た、絶対2号もいると思ってました。今回の衣装もとても素敵ですね、ね、これはあれか、ジャケシャの衣装だけど、歌番組の花柄とかも可愛いし、 MV の水色のスカートみたいなのも可愛いしね。次、北海道のカッキー去年12月、札幌ファンミから本格的に見直しになってから初めてのジャケットサインです、あら嬉しい、まだそっか4ヶ月ぐらい、嬉しいです。17日のハルコンも北海道から見に行きますだって、やばい、すごい、遠征ありがとうございます、待ってます。次、みゆちゃん、はい、63枚目シングル発売おめでとう、今作も超絶可愛いみゆちゃんのことが大好き、この新曲期間もっと仲良くなりますように、カラコミンクダンス難しいよ教えて、また一緒に踊ろうねだってね、すごい、なんかダンス一緒にね踊ったんです、アイドルなんかじゃなかっただっけ、女子会で一緒に踊ったの、カラコンインクも踊ろうね。しょうやさん、ん？名前間違えて本名にしちゃったけど、前歯しか見せないポーズ好きな人って言えばわかるよね、これゆうちゃんのやつ、ひきりん卒コン、春コンも握手会から3月4月はあやの超楽しみ、ありがとう。しょうやさん、え、ニックネームなんだ、ありがとうございます、普通にでも本名言っちゃった。次、すずねちゃん来ました、ん、やっぴー、私また仕事で見れないので特別な眼差し待ってます、レンズ越しじゃなきゃ恥ずかしいからね、キャ、あー、やっぱり大好きだよミヨン、ミヨン、なんでそんなに可愛いわけ、愛してるよ、愛があふれてキュルキュルドカーンあの、なんかね、要望系を書くとね、ピピってコメント消されちゃうんですけど、これ別に要望そんな書いてないのに、多分言葉遣いがやばすぎて消されてるねえ、ちゃんと書いて、特別な眼差し。次、
おとまるけいさん、振り付けが可愛い最高、ワンショット写真会で指定したいポーズがいっぱいある。え、確かにいっぱいあるよね、振り付け。やっぱこれでウインクが一番いいんじゃないですか。他にもいっぱいあるけどね。続いて札幌たけちゃん、写真集イベ楽しかったな、ミン推し、みんなに体験してほしいイベでした。ビンゴで当たった写真集素材、早速 UV カットの額に入れて博物館に飾りました。すごい。そうなんです、あれだっけ、色子当たったんだっけ。さけちゃんは博物館、私のグッズばっかりのね部屋にまた飾ってくれたんですね、ありがとうございます。次、あ、白い怪盗さん、走らないとでおなじみのラジオ、いつも楽しませてもらってます。以前肉の調理の仕方を聞きましたが、生姜焼き作りました。お、すごい、私そんなこと答えれましたっけ。肉の調理の仕方の、あ、何作ったらいいかなって言って生姜焼きって言ったんだ。昨日のラジオでね、ちょっと勝手に白い怪盗さんの話しちゃった。次、コンクミさん、ありがとうね、いつも来てくれるけど今回はメッセージがない、忙しかったのかな、ハートあげる。次、新時、世界で一番大好きです、知ってる、ありがとう。なんか昨日前髪分けててイメチェンしててめっちゃ良かったっす、本人にも言ったけど。次、山おじさん、とかんとこお疲れ様でした。コロナがあって大変でしたが、おんちゃん中乗り切れたと思います。寒暖差の日が続きますが、体調に留意して頑張ってください。すごい、ありがとうございます。ねえ、いろいろありましたが、皆さんのおかげで乗り越えれました。次、森さん。名字かな？みおさん、こんばんは。北海道からハルコン参戦予定です。初めての AKB ライブ、とてもワクワクしています。だって、めっちゃ嬉しい。北海道からわざわざありがとう。楽しんでもらえるように頑張ります。次、YH さん。みおさん、はじめまして。初めてのサイン会なのですが、握手会には行ったことないので行ってみたいです。ぜひ。総監督ではなくなってしまいますが、 AKB を引っ張っていく存在として押しまくります。いつかセンターに立つ姿見てみたいです。ありがとう、頑張ります、これからもセンター目指して。次、ソーイくん、お、やっほー、今回もよろしくです。前回の話会の最後についに自分の職業をカミングアウトしましたが、いつもしている話に加えて仕事の悩み相談にもこれから乗ってもらおうかな。え、ぜひ。やっぱね、ファンの方の職業とか聞けるの結構ね好きなんですよ。なんかファンいつもとは違う一面を見れる気がして、お仕事の話とかぜひ聞きたいです。続いて、イバジュンさん、今日は3月4日、ちょうど15年前に10年桜がリリースされた日だよ。すごい。あの頃は10年後も AKB 続いてるかななんて感傷的に聞いてたけど、まさか15年後も続いてて自分もファン続けてるなんてびっくり。確かにすごいね、15年、ありがたいですね。いい曲、十年桜。続いて、秀夫さん、最近寒暖差の大きい日があるし、コンサートも近くていろいろ大変だろうけど、体調崩さないように気をつけてね、優しい、ありがとう。ね、なんか2月にさ、普通22度とかあった日あったのにさ、私はその日のことが忘れられない。続いて、フランゼンさん、フランゼン台湾書いてあるさんへ、いつもおんちゃんペンライト持ってきてくれる人かな。ヘビロテに指名されてセンター10周年おめでとう。お、確かに2014年の春のリクアワでしたね。やっぱり王道アイドルの衣装を着たおんちゃん、世界一可愛い。カラコンイクも王道スタイルで、ニューシングルのイベントでおんちゃんの解散は大変楽しみにしています。ありがとう。ね、台湾住んでるのかな、日本に住んでるんだっけ。めっちゃイベントとかね来てくれたりするから嬉しいです。次、レイモンドさん。レイモンドさんも結構なんかリミスタの名前見るイメージだけど、今回はちょっとメッセージがないということで、ハートあげる。
そう、22度になったかと思えばさ、もう最近朝起きて普通に2度とかだったりしてさ、意味がわかんない、許せない。これだから2月は。はい、続いてカズジンさん。みーちゃんの卒コンでみおんちゃん好きになり、あら嬉しい。全シングルで初めて握手会行って、今回初めてリミスタに応募しました。ありがとう。新曲の夢は最高に可愛かったです。また握手会行きます。待ってます。みーちゃんのおかげだ。みーちゃんもおめでとう。ヒーローさん呼びました、ね、めっちゃ序盤だった。3人目ぐらいだった気もする。すいません、もう呼んじゃいました。次、けいかちゃん。ゆきりんさんの好きなところ教えてください。もう全部だけど、常に明るくてめっちゃバラエティとかも面白いのに、なんかアイドルらしさを絶対に損なわないところがもう大好きです。とにかく話しやすいところも大好き。あと趣味が似てる。はい、続いてポコさん。いつもみゆがたくさんの元気もらってるよ、ありがとう。 AKB 愛あふれるみゆのことは大好きだよ。これからもアイドル向かい一面思いっきり楽しんでね。ちょっと応援していくからね。ありがとうございます。思いっきり楽しみます。続いて、やばい、お腹空いてきちゃったな。直樹さん。みゆ新曲発売おめでとう。どんどん先輩たちが卒業し、みゆも総監督か肩に降りるかもだけど、みんなをかけながら支える立場として頑張ってライブ行きます。ありがとう。あれか、ワッペンの直樹さんかね。そう、支えれるように、なるを支えれるように頑張らないとですからね、これから。続いてかなちんさん。サインありがとうございます。この曲の一番好きなところはどこですか。やっぱり真ん中でみんなで集まって、ところです。続いてクラウドさん。やっと、やっとアイドル向井一面が戻ってくるのかな。責任感が強すぎるみを見てると、もっと力を抜いてもいいのにといつも思っていた。KB がここから大好きだから頑張れたのかな。仲間やファンはいつでもみおの力になるよ。優しい、ありがとう。アイドル向井一面、ただいま。お、こっから2枚の人が来ました。まず先ほども来ました、つよぴー。つよぴー2枚、春コン楽しみにしてるね、ありがとう。もう1枚書きます。はい、すごい、もうこの部だけで4枚、2号もいたもんね。もう4枚、ありがたいです。春太郎さん。はい、連日のリハや公演本当にお疲れ様です。あざす。気温の上がり下がり激しい日々ですが、体調には気をつけて過ごしてください。毎日頑張ってて偉い天才。うわ、優しい、めっちゃ褒め上手。肯定感、自己肯定感爆上げ MC やん、ありがとう。私偉い天才。お、これはまた別のヒーローさんですかね。カタカナヒーローさん。一時抽選外れて焦ったけど無事2時で買いました。一時抽選って外れることあるんですか。サインよろしくお願いします。はい、今年の冬は暖かかったり寒かったりしますが、体調気をつけて過ごしてください。届いたらいっぱい聞いて、サインまた大事に飾るね、ありがとう。やっぱ寒暖差ね、今年やっぱいつも以上にやばいですよね、みんな言ってるけど。続いて緑ボーン。みーを見つけやすい MV は最高。今後もいっぱい見るね。曲調も良くてサブスクで毎日聴いてる、毎日聴いてるよ。ありがとう。私も家で結構毎日流してます。緑のリボンをつけてる、緑リボン。続いて、あ、山口県のよしきさん。ゆいゆいオタク。もんちゃんお疲れ様。体調大丈夫？いつもありがとう。こちらこそ。ありがとう。体調ね、崩してないのが奇跡です。最近メンバーもちょっとね、体調崩してる子多いから心配だけど、コンサートまでみんな元気だといいな。あゆりちゃん、昨日来てくれたよね。握手会に続いてみおんちゃん続きの毎日嬉すぎる。シングルが発売されるためにサインが見れるのがとっても幸せ。今月はコンサートとお話し会参加するか楽しみにしてるね。すごい、今月やっぱいっぱいいろいろあっていいよね。ありがとうございます。
次、お、2枚来た。奈良ちゃん2枚。コロナ禍という難しい中、本当に総監督お疲れ様でした。小さな体でよく引っ張ったね。思うようにいかない時あったかもしれないが、よくやったと思うよ。ありがとうございます。真面目モードの奈良ちゃん、ありがとう。いろいろありましたが頑張りました、みんなのおかげで。次、ゆうちゃん。はい、はじめまして。はじめまして、嬉しい。昔から気になってました。ミンヨンのサイン可愛くて好きです。サイン届くと楽しみにしてます。サイン可愛くて好きでした。あんま初めてサイン褒められた、嬉しい、ありがとう。このサインマジでいつ考えたんだっけってぐらい、入る前え、ね、10年11年同じサイン使ってんの結構すごい。もっとなんか大人っぽいサインとかにすればよかったって思いますが、まあいいでしょう。サーさん、サーさん、シンプルな名前ありがとう。でもメッセージがない、ハートあげる。続いてアンソニーさん、テキサスからこんにちは。あら、かっこいい。6月に教育旅行で日本へ行きます。私はがんサバイバーですが、人生の目標の一つは AKB のリアルトーク会に参加することです。年がその年であることを願っています。絶対に会えると信じています。待ってるね。6月に日本来たタイミングでね、もし来れたら嬉しい。オンラインでもいいし、待ってるよ、頑張ろうね。続いて星野さん、総監督お疲れ様。相変わらず、変わらず応援していきます。チーカー好きのおじさんファンより。はい、チーカワさん、わかります。毎回チーカワの新作 T シャツを着てきてくれるチーカワおじさん。続いて KK さん、あ、違う、 K さんだ、これで。ありがとう。でも K さんもメッセージないので、サインと KK あげるサインじゃない、ハートでした。続いて、お、ゆうくま。カラコンインクの歌詞衣装めっちゃ良くて好きです。新コインは特にオープニングが良くて好きです。わかる。ミオの髪色何色でも似合ってて可愛いです。特にラベンダーが良きです。お、じゃあ今、今でもちょっとグレーみになっちゃったけど、グレーアッシュっぽいけど、ありがとう。昨日かな、久しぶりに会えたね、ゆうくま。続いてよっす。左目つぶってウィンクしてるのさすがです。相変わらずちゃんと歌詞読み込んでるな、拍手。これわざと書いてる私が左でしかウィンクできないことをいじってますか。え、でも昨日ファンの人とさ、あの議論になったの。右目から I love you っていう歌詞じゃないですか。私は右目でウィンクをして、このまばたきで I love you のなんかビームみたいなの伝えてると思ってたんだけど、開いてる方が、開いてる方の目でその I love you 伝えてるってことだったら、ミンヨンが左目つむってるのは正しいんじゃないって言われたけど、どっちだと思いますか。私は左目しかできない自分は逆だなって思ってたの。左目はこれ、右目はこれですその間に次、カノンさん、カノンちゃん、ハイトーンお姉さんが公式記録に残って嬉しいです。 MV とかね、確かに。緊張しすぎずにミヨンちゃんとお話できるようになるのが今年度の個人的目標です。一緒に茂木さんロス乗り越えましょう。本当にね、乗り越えよう。あれかな、舞台演劇とかやってるカノンちゃんかな。ありがとうございます。乗り越えような、みんな。これやっぱ人によるね、左目右目問題。でも、まあ、カラコンウィンクなわけですから、カラコンの目が開いてる方が正しいのかと思うけど、カラコンつけてる目でウィンクをしているその目から I love you だったら右目が正解かなって私は思いました。はい、リュウオンさん、一部は会社の宴会でおそらく見れません。あら、ゆうなもぎのジョッキでいつか乾杯したい。僕はウーロン茶かもしれないけど、そう、お酒ね、弱いんだよね。いいなぁ、私も宴会参加させてもろて、レモンサワー飲ましてもろていいですか。
あ、緑ボン2枚目。リハが多いということは健康が保たれているということなんで嬉しい。そう、あ、リハにちゃんと参加できてるってことがね。アイドル姿をたくさん目に焼き付けたい。ハルコン楽しみです。ありがとう。マジで毎日リハです。頑張ってます。次、マッコブ。あ、やばい。かわいいかわいい、ミヨンちゃん。ミヨンをたくさんいじろうかなって思ったけど、倍返しだってなりそうなんで、いじるのは中の人、かっこいつものスタッフさんにお任せします。サインやざーす。はい、もう中の人で、十分すぎるほどいじられてます。ありがとうございます。どっちなんだろう、右目左目。ちょっと真剣にそれはね、可視解釈したい。次、あきさん。ゆきりんとの最後のシングル、たくさん思い出作ってたくさんウィンクしてね。します。ありがとう。いつもね、プロジェクターみたいな、プロジェクターにいろいろ映像を映してオンラインで見せてくれるあきさん、昨日おとといも会いましたね。今って何分ぐらいですか？7時17分。何時までだっけ？7時45分までか。なんかもう終わりそう。早く終わっちゃうかも。そうですよね。それ追加です。あ、追加もあるんだ。まあちょっと結構早めに終わりそうなのですが、なんかいつもよりスピード早い気がする、私。はい、続いて、直行さん。ミヨンの笑顔が大好きだよ。これからも応援してます。ありがとう。これからもよろしく。笑顔。続いて、明けの明星さん。 AKB らしい可愛い曲、ゆきりん卒業までいっぱい聴きたいなね。いっぱい歌いたい。でもゆきさんが卒業した後は誰があのポジションやるのかとかもね、気になりますよね。明けたままやるとかなのかな。振り付けにゆきって入ってるしね。メッセージも早いね、いつもよりも。ちょっと早口すぎました、お腹が空きすぎて。はい、のぶちんさん。ゆきりん、最後の選抜曲ですが、 MV 内ではやはり推しのミヨンを探して見てしまいます。推しパワー恐るべし。うん、嬉しい。今回の MV はピンクの、なんだっけピンク髪で参加しているので、唯一だったので、その時まだゆうちゃんも染めてなくて、なんで結構目立って探しやすいんじゃないかなと思います。続いて、吉高さん。昨日かな、一昨日かな。ありがとう。ゆきりん卒業もうすぐだね。寂しいな。おんちゃんも総監督もう少しだね。タイミングは自分らしく楽しんでね。ありがとう。そう、ゆきさんの卒業と私の退任同じ日なのでね、なんか一個節目だなってめっちゃ思います。幕が閉じるっていう感じする。続いて、かほさん。漢字のカホさん。おんちゃんはいつだって私のスーパーアイドルです。周りへの愛の深さや言葉選びが本当に大好きで、 AKB の概念こと向井地美音だと思ってます。すごい。これからは重荷を一つ下ろしてアイドル人生楽しんでね。今回のシングルでもっと仲良くなりたいな。なりましょう。ありがとう。 AKB の概念ですか、私。ねえ、アイドル人生楽しみます。ありがとう。続いて、のんたん。のんたんはメッセージない、残念。ありがとうございます。ハートあげる。さあ、そして続いて、まりなちゃん。あ、追加でねくれたんだね、ありがとう。これいい？後半から読んでいい？4月6日でみおんちゃんのこと好きになって10年です。私の人生を語るにあたり本当に欠かせない人です。いつも本当にありがとう。これからもよろしくね。すごい、ありがとう。まりなちゃんだってね、私より全然若いんですけど、10年、そのうち10年好きってもさ、人生の半分もうちょっとでいっちゃうんじゃないね。やばい、ありがとう。まりなちゃんの人生語ってこう、いろんなとこで。あ、では追加分もやっていきたいと思います。
どん兵衛さん、あ、カレーライスを食べてるところいつも頭の中で想像しています。ミオのカレーライス美味しそう。うん、はい。ね、これは本当にカレーライスのカレーライスじゃないのかみたいな話になってきますが、最近なんか姿見てない。なんで？来てよ、またカレーライスについて語ろうじゃないか。次、みずきちゃん、あ、スーパーかわいいみおんちゃん、総監督本当にお疲れ様でした。総監督としては最後のシングルも最高に可愛くて感無量です。私にもウィンクお願いします。ありがとう、みずきちゃん。あれですよね、なんだっけ、この間あったイベントでね、可愛かったです、顔が安定に。あ、やばい、ペンが。続いてコウタさん、ユナモギオンコンでミンをソロでやった君が思ってるよりめっちゃ良かったです。最強アイドルすぎて最高、嬉しい。君が思ってるよりね、めっちゃ評判良くて、本当に一人でね歌ったことなかったんですけど、好評だったのでやって良かったなと思いました。ありがとう。続いてナオナオさん、頑張ってね、応援してる。ありがとう。なんか顔文字ついてて可愛い、キリっていう。頑張ります、今日ピアスしてます、ハート。これせいちゃんがタンプレでくれた、そう、めっちゃ可愛くてつけました、今日初めて。次、やたろうさん、総監督お疲れ様でした。これからもアイドル向井一味を応援していきます。ありがとうございます。ぜひ応援してください、これからも。まだまだよ、今やたろうって文字結構うまく書けたんだ実は。次、カトシンさん、お、握手会で会いましたね。総監督約5年間本当にお疲れ様でした。ミヨンが引っ張る AKB が大好きでした。今まで頑張ってくれてありがとう。こちらこそ、もちろんこれからのイケメン全力で応援するし、アイドル向井一美の活躍楽しみにしています。頑張ります。本当にみんな優しい。そしてカトシンさんはこの間初めて波動のなんとか会、練習会で初めてファンの方と対戦した時の最初のグループにいた人でね、戦えて嬉しかった。普通にね、みんな3対3ってまずコート結構狭いけどね、やっぱファンの方普通に強かったですけど、奇跡的に勝てました。続いてのんたん、のんたんさっきもしかしてメッセージなかった、のんたんかな。みゆん選抜おめでとう、そして総監督お疲れ様、みゆんのこと大好きです、これからもずっと応援します。え、こちらこそありがとう、メッセージもくれて嬉しい、ありがとうございます。さあ、そしてまあちょうどです、ちょうどいい感じですね。半までに終わるかなと予想していましたが、次が最後の方になります。ここからも追加はないですよね、この部は。ラスト、渡辺さん、鍵締め、すごい、渡辺になっちゃった。新曲発売おめでとう、 MV 素敵でしたね、あんな場所写真撮影してみたい。そう、めっちゃカメラの練習最近しててね、私を撮るためにいろんなアイドルのライブに行って練習してると言ってくれていますが、練習してる間に他のアイドルのファンになってないか心配です。はいね、確かに、でもお花がいっぱいある、あそこね、写真映えしそう。ぜひ撮りに来てね、 AKB のライブもいっぱい、ありがとうございます。ということで一部終わりました。皆さんありがとうございました。二部の方もよろしくお願いします。ドキじゃないよ、渡辺さん、図星かな。はい、え、わあ、でもこれサイン絶対書かないとですよね、こんぐらい分は。今次の部、いや、こんなに書かなくていいのか。ん？少しだけより多いかもしれない。あ、2部の方がちょっと多いみたいですね。サインを書き溜めたいところなんです。今ね、ちょっと今だからこんぐらい書けば
いいんだけど、この分書いてあるのでだいたいこんぐらい、こんぐらい、これは書いておきたいな。でも私は今すごくお腹が空いているので、またもぐもぐタイムをこの空き時間にしたいと思っていますが、食べ物が来てるのかどうかちょっと見てきます。すっごい食べ物来たっていう顔で見ちゃったけど追加分でした。ちょっと一回配信したままいいですか、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いていました。ということでここからは普通にご飯を食べていきたいと思います。なのですいません、ありがとうございました。はい、ちょっとさすがに食べるのを見てもらうのはちょっと恥ずかしいので、スタッフさんに1個だけ何でしょうか。あ、絵って書いた方がいいですか。ありがとうございます。はい、これなんだ、バッグとかそういうのに見えると思いますが、 M って書いてないってことで、正解は、はい、ネギシです。最高、もう来ちゃった、やばい。今日はっていうか、リミスタとかウーバーで好きなご飯頼んでいいよっていう風に言ってくださるんですけど、はい、もう私今まではね、今までというかすごい迷ってた時期もありました。ウーバーいろんなものが多すぎて、私何を頼んだらいいんだ、食べたいものはいっぱいある、美味しそうなものもいっぱいある、どうしようって思っていたんですけども、私は大人なので一瞬で決めれるようになりました。ウーバーで好きなもの頼める場合、もうネギシ以外考えられません。ネギシ一択、大好き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 、ネギシ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 、キャー、最高かもしれない、マジでありがとうございます。ネギシってさ高いんですよ、だから自腹ではあんまり正直ね、もうめったに食べないようにしてるんですけど、こうやってお弁当代わりにね、ウーバーしていいよみたいな時はちょっとね、なんか高いかなと思いつつも、いいっすかっていいよって言ってくれたので頼んでしまいました。ちなみになんかいわゆるお店で食べれるなんか白タンセットとか丸根セットとかじゃなくて、銀の牛タンセットみたいなのがね、ウーバーだとあるんですよ。それがなんか白タンと同じような内容なのに、白タンセットより安いの。なのでいつも私はウーバーの時はそれを頼んでます。じゃーん、マジでさ、で普通にご飯とテールスープと、あともともと温泉卵がついてて、卵かけご飯みたいなのもできるんですが、ちょっと追加とろろもいっちゃいました。まあ、今日はねリハまで長いんで、一日早速いただきます。まだあったかい、なんか届いたばっかりっぽくて天才的なタイミングでした。スタッフさんが音楽かけてくれた。もう漬物だけでも大好き。これって
いつも思うけど何に使うんだろうね、この空のコップみたいな。とろろはもう直でご飯のとこ行っちゃおうかな。でも卵かけご飯も結構捨てがたいんですよね、お醤油も入ってるし。いやまあでも全部一旦とろろいっちゃおう。2部はもうちょっとね、ゆっくりめにメッセージをゆっくり読めるように頑張ります。感覚が難しいリミスターは本当に。かといってなんかスタッフさんがやっぱ1人何秒とかって大体決まってるから、喋りすぎると3、2、1みたいな残り秒数を教えてくれるんですけど、それね出ると結構焦っちゃって次の人が早くなったりしがち。直でかけます、とろろは。なぜなら早く食べたいので。いただきます。あ、違う、まず牛タン食べよう。泣ける。いただきます。食べるのがもったいないぐらい、口を開いてしまうのがもったいないぐらい美味しい。大好き大好きねえ、最高です。マジで本当にありがとうございます。毎日リミスターやっちゃう、こんな。食べます、もちろん残すわけがない、絶対に。いや時間とか来ちゃったら別ですけど、それでも絶対後で食べる。でもな、そんなわけない。ああ、本当に子供の頃からね、牛タンが一番好きなんです。不動の1位、私の人生の。あ、てかさ、このクマさん、埋もれてるクマさんはもしかして、お、違った、ん？タワーではないか。でもなんか消えないクマがずっといますね。はあ、幸せすぎる。もうなんかほんとゆっくり食べちゃう、ネギシ。いやでもゆっくり食べたいんだけど、すごい急いで食べちゃうんだけど、美味しすぎて。でもなくなるのも悲しくて、やっぱゆっくり食べるみたいな。あったまる。もう余裕です、こんな美味しいもの食べれたら。夜のリハまで頑張れすぎちゃう。よく考えたらお醤油入れてないな。
う。卵かけご飯はね、昨日一昨日ケータリングで食べたんで。そう、春子のリハですもん。からはマジ怒涛よ。毎日舞台の稽古並みのスケジュールで一日中やります。うん、何の話しますか。新公演の話とかあんましてないよね。違う、新公演についてはメールで振り返りしてるので、まだユニットまでしか行ってないけど、それを見てもらおう。さっきあのイベントが発表されてましたね。私名古屋行きます。バーイ。ちょうど名古屋のファンの方が握手会来て、なんだっけ、手羽先とか味噌カツとか美味しいもんいっぱいあるから食べに来てみたいに言ってもらって、もう超手羽先の気分になってたの で、私昨日まで自分が名古屋行くこと知らなかったので、連絡来てめっちゃ嬉しかった。絶対食べたい。各地にね、メンバーは行くんですよね。うん、新種のイベント以来。うん、うん、そう、手羽先食べるのうまくなったんで、初新種イベントの時にスタッフさんに教えてもらって、でももう忘れちゃったよ。美味しい。あとは最近は ソログッズのアクスターも完成してツイッターに動画上がってるんですけど、めっちゃ可愛い。サイズもいい感じに完成したし、クリアカードはもう私携帯の裏に自分で入れてます。うさぎオンサをね、ケースの色が似てるので、ピンクがオンサ入れてて、でもさすがに自分の携帯の裏に自分入れてるの結構やばいかなと思って、アイナーナズールのハルちゃんで隠してます。ねえ、お肉があと4枚しかない。マジで無理。うん、しんどい。うん、うん、クリアカードはぜひ携帯の裏に皆さんいっぱい、いっぱいはダメか、1枚選んで入れてください。肉がなくなるのが悲しくて今ご飯ばっかり食べてる。お肉食べよう、そろそろ。うん、うん、好きなものは最初と最後に分けて食べるタイプです。うん。なんかせっかくだし卵も入れちゃおう。とろろ卵ご飯。あ、これこっちどうしようか。あー、割れちゃった。でもちょっとこの水分。うん。
ですが、あ、いいんじゃない？あとはね、あとは昨日の生誕セレモニーがめっちゃ嬉しかった。ありがとうございました。まあメールでもツイッターでも書いたんですけど、ちょっとあの横断幕がやっぱ春ちゃん仕様なのがマジでヤバすぎ。最初はなんか色味だけ見て、なんかいつも今までだったらピンクとかさ、ピンクと赤みたいな結構派手な色合いだったけど、なんかいつもと全然色合いが違うと思って、よく見たら4色で、よく見たらええみたいな、見覚えのあるこの配色って思ったら、めっちゃズールの4人でやばって思って、さらによく見たら自分のミオンっていう名前もズール仕様で、しかもイラストのほっぺにハルちゃんのマークあって、さすがに湧いた。天才です、考えた人ありがとう。あー美味しい、卵入れても最高に美味しい。ネギシだけでご飯3杯はいける、物理的に。もうでも誕生日から1ヶ月以上経っちゃいましたね、早い。お肉あと2枚です、無理、許せない。ご飯だけでも美味しい。あとはてか今何分ですか？まださすがに始まんない？19時43分、あと15分ぐらいだ。やべ、ありがとうございます。50分とかまでには食べ終わってサイン書きをしていきたいところ。ねえ、でもギリギリまでこの牛タンを楽しみたい。はい、このまま2部突入します。もちろん。え、なんだっけ、何の話しようとしたんだっけ。うん、あの、あ、そう、生誕祭いつになりそうですかっていうの、昨日めっちゃ一番聞かれた質問なんですけど、まだ全然未定で、まあでも、去年僕た、去年じゃない、おととし？ん？僕隊では一回やったことあるので、できたらユイリー公演でやりたいなーって、毎年違う公演でやりたいので、結構私はユイリー公演でやりたいなと思いつつ、ただ、今まず初日メンバーの中だけでも、ゆいゆいとまほぴょんの方が誕生日が先で、まだ生誕やってないみたいで、他にもいるのかな。なので、まあ、正直何月になるかとか全くちょっと見えてないですけど、どうなんだろう、4月5月とかなのかな、感覚的に。エリーもまだやってない。そっか、お二人ね、見てないメンバーはそうなっちゃいますよね。じゃあ4人目だ、分かんない、その時に。でもその日にのメンバー次第でやっぱ普通に私になることもあるし、ち
全く読めないんですけど、とりあえずそんな感じで思ってます。とか言って急に今月とかあんのかな。お肉があと2枚。もうタレまでしっかりつけて食べます。もう半粒ついてた。買いすぎない？さすがに。マグネットネイル に水色のなんかフレンチにハートのパーツというかスパンコールっていうんだっけ？ついてるんですけど、親指だけデザインが違って、ちょっとこう、むずっ。マグネットハートなんだけど伝わらないね。角度によってハートの大きさ変わってるの分かります？うん、とにかくね、パワーパフガールズみたいで超可愛いのこれ。真ん中のちっちゃいハートはそのここと一緒のスパンコールなんですけど、周りのハートの輪っかみたいなのが角度によってこう変わるハート。すごくない？あと何分？もう50分になりました？あと2分。うん、まあいけなくはない。おいしいですね。カウントダウンまではしなくて大丈夫です。だいたいざっくり予定なので。ラスト1枚今残ってんだ。どの順番で食べよう。最後全部をちょっとずつ残すの。私どれか1個の品がなくならないように。じゃあまず漬物いく。一回ご飯を挟む。もうご飯もちょうどなくなる。ちょっと待って、ご飯もう一回いこう。三角食べっていうの？
初めて知った。バランスよくね、行きたいんです。最後まで。はい、残りのご飯をちょっと一口分、二口分残したところで最後。最後のターン、いただきます。うん、うまラスト白米よ。一気につかめない。ラストスープもあります、ちょっとだけ。うん、完食、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。見せるもんでもないんであれですけど、もう空です完全に。はあ、まあ幸せだった、最高です。時間もばっかり、片付けをします。てかさ、一回もお茶飲まず食べちゃうんだよね、私。食べ終わってから一気に飲むの。うん。あ、美味しかった。寂しい。寂しいです。もうないと、この現実。全然サイン書く時間ない。ちょっとおメイク直しします。やばい、お腹いっぱいで眠くなっちゃう。嘘。
終わりますからね。オッケー、復活。なりました。あと3分ぐらいしかないかもだけど、サインを書いていきます。あと4分。でもちょっとサイン書きながらだとあれが見れない、コメントが。今のとこの振り付けはね、裏の音を取ってるんですよ。おしゃれ。そこは別ごとにゆきみんさんと一緒に踊ってますね。こっから私たちが走って2列目の人たち登場。これ私の歌割り。ここの振り付けめっちゃ難しい。あ、お疲れ様です。そろそろ始まる気配がします。いや、水派なんですけど、飲み物は水か、レモンサワーか水しか基本いつも飲まないんですけど、今日はちょっとなんか体に良さそうな黒ウーロン茶をゲットしました。あとまだまだですよね。あと2分。夜は夜っていうか疲れて帰ってきて夜になるとレモンサワーがいっちゃうまいって思うけど、やっぱ次の日の朝になってお水を一気にガッて飲むと、あーもう水、結局水がいっちゃうまいって思って生きてます、日々。わかるでしょ。でも結局そうなのよ、人生。もうそろそろ始まりますからね。そう、人生水かレモンサワーかって話。どうかしら、まだかな。お、始まりました。ありがとうございます。ということで2部開始。空き時間もお付き合いいただきありがとうございました。今のこの4分で私はこれぐらいの量のサインを書き終えることができます。ちゃんと見せたい。何枚ぐらいあるんだろうこれ。まあでも全然まだ足りないのですが、わかんない、どうだろう、やってみたらちょうどいいかも。よいしょ。では始めます。いきなりいくよ。一人目、てるてるくん。握手会11月ぶりになりますが、今度横浜行きます。おお、嬉しい。ユーリプロデュース公演始まりましたが、ミオンプロデュース公演期待してます。いつかやりたいです。おお、
勤務先が浦和なので浦和でのイベントも何かやってほしいですね。前やりましたからね。もう一回浦和行きたい。ありがとう。続いて、あ、樋口さん、一部に続きありがとうございます。総監督お疲れ様です。でも AKB でいてくれるのでこれからも劇場握手会お話し会等できるだけ参加者に行けたらと思います。めっちゃ来てくれてる樋口さん、いつも見つけるとちょっと嬉しくなっちゃいます。ありがとう。今度のイキリン卒コン春コン行くの楽しみにしてます。待ってます。かわいいおじいちゃんありがとうございます。次、米川さん、米さんかな。新宮選抜おめでとうございます。総監督お疲れ様でした。コロナ含めて激動の時代となりましたね。これから十分アイドル人生を楽しんでください。応援してます。ねえ、激動でしたけど皆さんのおかげで5年やりきれました。ありがとうございます。続いて、チーネー2枚目だ。2部も当選しました。選抜おめでとう。模擬推しです。ありがとう。これからもお二人の幸せを願ってます。ぜひ、モギオンは世界のどこかで幸せに暮らしています。ありがとうございます。たけしさん、選抜おめでとう。ユーオン新名嬉しい。総監督退任まであと少しだね。今の駅部作ってくれて守ってくれてありがとう。今回お話し会には参加できないけど変わらず応援してるね。 PS 女脱出に決まってるねえ。もうね、下書きにはねめっちゃ溜まってんの。でもさ、ツイートするタイミング失ってもう1年ぐらい前のやつなんだよね。ありがとうございます。てかまずアイナナ脱出とかも普通にそっちのタッシュタグで載せたいしね。けど私、締め切りのない SNS が本当に苦手で、すいません。劇場公演大好きさん、総監督お疲れ様でした。ありがとうございます。劇場公演、いろんなの見に来てくれてるのかな。ふみにゃさん、2枚目ありがとう。今回の新軍のビジュもとても可愛い。やった。ジャケシャの時はまだ茶髪で、 MV になるとピンクで、歌番組初披露、初披露どうだったっけ。まあ、とにかく歌番組とかは結構紫髪ですね。次、夏子さんも2枚目かな。新曲カラコンウィンク、昔の AKB の楽曲を彷彿させるような曲調で懐かしい感じがして大好きです。わかる、もんちゃんのことずっと応援してます。やっぱ吉政さんの楽曲はね、ザ AKB です。ありがとうございます。次、はるはるさん、北海道ファンミの時に一緒に写真撮れて嬉しかった。あら、写真の時にハルハルって名前呼んでもらえたのも幸せでした。今月と5月のお話し会参加するの楽しみにしてます。ミヨン大好き。ありがとう。北海道に住んでるのかな。また北海道ファンミあれあるんだっけ、どうなんだっけ、ないのか。あれ、結局福岡北海道ファンミはない、うん、でもまた会えるの楽しみにしてます。続いて、天馬さん、2回目のサインありがとうございますね。前来てくれたの覚えてる。今度お話し会行きます。5月なのでまだまだ先ですが、何を話そうかと考えています。楽しみがあると仕事頑張るのでこれからもよろしくお願いします。こちらこそ仕事のモチベになってたら嬉しいです。頑張ってよ仕事。次、清さん、前作に引き続き当選してよかったです。昨日と一昨日の握手会参加しました。あら、ありがとう。その次の日にサイン会もあっていい3日間になってます。確かに3日連続会える機会があるときまた行きます。劇場も行きたいです。ありがとう。あの人かなって分かりますよ続いて、お、ヒーローさん、お待たせ。一部見れなかったけど2部は見れてるかな。毎回サインが当たって嬉しい、大事にします。これからも頑張ってください。こちらこそありがとう。イエイ、飾ってくれてるのかな毎回。次、みーちゃん、再びですかね。
元素残り数日ですか、本当にお疲れ様でした。おんちゃんが作る AKB で戻りできて幸せです。私の第二の青春でした。これから純粋な気持ちで楽しんでください。お話し会ではもぎさんエピも聞かせてください。かわいい、ありがとう。じゃあ第二の青春まだまだ続けましょう。よろしく、お話し会でも何でも聞いてください。次、谷口陽一さん、アンフェアに子役で出てからの推しです。長ー、ありがとう。総監督お疲れ様でした、ありがとう。え、子役な、何年だっけ、あれ2005年、あ、そうだ、 AKB と同じなんだった。17年前だ、すごい、そんな前から知ってんの、ありがとう。タッチさん、ありがとう。でもメッセージがない、ハートあげる、ありがとうございます。次、お、アシングさん、一部に引き続きありがとう。2枚目でもメッセージがないのでハートあげます、ありがとうございます。だんだんキューブあげますみたいになってきた。ヒロくん、選抜おめでとうございます。総監督お疲れ様でした。これからも頑張ってください、応援してます、ありがとう。ヒロくん、この帽子のキャップのヒロくん、どうだろうか、ありがとうございます。次、長谷川茂さん、ハラコンインカザ AKB って感じの曲だけど新しさもあってとってもいい曲で何度も聴きたくなるし、ライブや公演でめっちゃ盛り上がるの間違いなしですね。ねえ、ありがとうございます。ザ AKB、確かに振り付けとかは結構新しさありますよね。いつもお話し会ありがとうございます。ピッピッピ、前髪調整タイム、割れてる。次、のぼるさん、ありがとう。メッセージないのでハートあげます、ありがとうございます。よっ、次、佐藤さん、また2枚目かな、ありがとう。今食べたいものは何ですか。ネギし食べちゃったからな。今はね、セブンのバナナジュースが飲みたい。今日昼間も飲んだんですけど、マジで大好き。レッドブルみっちゃん、おんちゃんいつもありがとう。来週僕の誕生日なんで最高のタンプレ、ありがとうね。あら、お誕生日おめでとう。ちょっと早いですけど、今年1年も幸せに過ごせますように。次、まちゃさん、今年中に娘ちゃんと劇場に行きたい。え、来て来て、何歳なんだろう娘さん、待ってます。結構ちっちゃい子も来てくれるしね。次、福岡のみゆちゃん、おクイズ来た。3作連続リミスタ当選ということでクイズ、希望的リフレイン翼いらないになくてラブトリップセンチメンタルトレインにあるものはなんだ。総選挙の順位がついてる。ヒント、どんな時に発売されてるシングルでしょうか。そういうことかな。最後に、洗顔何使ってるか教えてみよう。好き、洗顔は普通に薬局で売ってるビオレの黄緑っぽい、なんかニキビ予防みたいなやつです。4種類ぐらいパステルカラーの種類があって、私は緑、合ってるかな。さっきの当たってる、やった。次、奈良ちゃん、これすごいね、もう3、4枚目。おんちゃんのドSメッセージサインはマジで人生の最大の宝物です。机に額縁に入れて飾ってるんだ。やばいやつやで、それは。ありがとう。これが人生最大はやばいよ。でもありがとうございます。続いて、お、英語でみーちゃん、みおんちゃんピンク髪可愛いです、これからも応援します、ありがとう。ピンク髪またやりたい、戻ろうかなって迷ってます。次、佐藤さん、お、
昨年夏か AKB そしてミムファンになった新参者です。これさっきもさくれたよね。そうだそうだ、同じ人、同じメッセージだけど名前佐藤さんじゃなかった気がする。誰だっけな。ありがとう。でも嬉しい、とにかく新しくファンになってくれたということが。次長谷川慎一さん一部に引き続きですね。あ、またメッセージないんだった。長谷川さんはいつもね握手会の後とかこの後はまた一杯引っ掛けんのみたいな感じで聞いてくる。おりゃそうに決まってるじゃないですか。はい、ゆうたろうさんありがとう。あら、先ほどと同じくメッセージがないのでハートあげます。次、なつかさんありがとう。なつかさんもちょっとメッセージがないのでハートあげます。ありがとう。次、天聖くんへ。3代目総監督お疲れ様でした。ミニオンが作り上げた AKB だったからこそ戻ってきてよかったと思ってます。これからもずっと好きです。ありがとう、嬉しい。出戻り組だ。はい、戻ってきてくれてありがとうございます。次、あ、脱出ゲーム好きさん再び。総監督としてのミユも好きでしたがメンバーの一員としてのミユも好きになりたいのでこれからも応援しています。あ、これさっきと同じメッセージ、一部にも同じメッセージだ。ありがとうございます。脱出ゲーム最近行ってないな。落ち着いたら早く行きたい。次、青森からの朝さん2回目ありがとう。ん？これまでたくさん AKB のことを考えてくれて支えてくれてありがとう。大きな荷物を下ろしてこれからのミオにも期待しています。春子に向けてお忙しい日が続くと思いますがお体に気をつけて頑張ってね。ありがとう、いつも優しい。今の時期は雪かきとか大変なんですかね。頑張ってください。お、ミラクルドリームさん2回目。2回目のソロコンサート開催と写真集発売期待しています。わあ、いつになるか分かりませんが頑張ります。そう思うと結構私すごいいろんなこと叶えてるよね。夢が本当に実現全部してて幸せです。千葉雄介さん2回目。ミーヨンの誕生日に出たアクスタ全種類買いました。届くの楽しみです。ありがとう。全種類で129ね、そろそろ届くんじゃないかな。あと1週間以内には届くんじゃないかなと予想してます。次、カホピー。カホだよ。会うたびにどんどん好きにさせてくれるミヨンちゃんって本当ずるい。今月いっぱい会えそうで嬉しい。出会ってくれて好きにさせてくれて本当にありがとう。こちらこそ可愛い。もうね、昨日も一昨日も来てくれて見た目めっちゃギャルなんですけど話すと可愛くて、カホピーとても好きです。あと髪色とかも可愛い。いつも次、リッキー。前作に続いてリミスタ2回目です。前作初めてオンラインお話し会参加して番組で握手して武道館で初めてコンサート参戦したので今後もちゃくちゃとオタ活の範囲広げていきたいです。ユリー公演好きなので劇場も行きたいな。まずは春コン楽しみです。すごい、めっちゃ前作で初めてお話オンライン参加してそっからもうどんどんめっちゃオタ活してるやん。ありがとうございます。まだまだいろいろ楽しみましょう。あんずちゃん、みおんちゃん、なかなか会いに行けないけどみおんちゃんに会える数少ない貴重な日を楽しみ毎日頑張ってます。これからも1万円大好きだよ。はっはっはーはね。ありがとう。そうね、確かになんかちょっと遠くに住んでんだよね。四国とかだっけ。でも歯をめでに来てください、待ってます。ひでちゃんありがとう。2回目だけどメッセージないのでハートあげます。
続いて、お、ショータとカタン、一部ぶりですね。やっぱりってのり、やっぱりのりと勢い大事なんと思い、一部二部両方取りました。大事です。少し前になりますが、ハイトーミオン結構好きなので、また機会があればやってください。ハイトーンオタク喜びます。お、一応ね、今もハイトーンという名ではあるらしいんですけど、まあでもそんなにね、あの派手髪って感じじゃないからね。またピンクとか戻ったらよろしくお願いします。そう、なんか前は友達に付き添いできてる感じだったのに、昨日は普通に一人で現れて嬉しかったです。こちらの世界へようこそ。あ、まきちゃんありがとう。漢字バージョンだ。でもこれ、ま、メッセージない。まきまき、次、ゆうやくん、三代目総監督の人気もあともう少しだね。今も AKB のこと大好きでいられるのはみおんが総監督として頑張ってきてくれたおかげだよ。5年間いろんなことがあったけど本当にお疲れ様でした。これからも一人ならドイツとして輝くみおんのことを応援していくね。ありがとう。ねえ、もうあと少しですね。実感がない次、小川さん、おんちゃんおばんです。ん去年はいろんな場面でもぐもぐみよんを拝見できましたが、年末の個別握手会にて目の前でお寿司をもぐもぐする場面を見納められたのが一番の思い出です。たくさん食べて春子も乗り切ってね。そうなんです、そうなんです。ラジオで話したお寿司事件、小川さんの前でやってました。お寿司食べさせてくれてありがとう。ご飯 OK ファンっていうのだねを作っていこうってゆきりんさんが言ってたので、作っていこう、なんか作ったら楽しいよって言ってたので、ご飯 OK ファン募集中です。次、高空、みおんちゃんの笑顔さえ見られれば幸せです。思いっきりアイドル楽しんでね。みおんちゃんとまだまだいっぱい思い出使いますように。ありがとう。いっぱい笑顔見せれるように頑張ります。次、カズさん、今回もお話し会、握手会参加するのでいっぱいお話できるの楽しみにしてます。おんちゃんいつもありがとう。こちらこそありがとう。ほんとね、結構たまにというか毎日っていうわけではないんですけど、来てくれるのは、でも来てくれた時はめっちゃ長くお話ししてくれるのでありがたいです。あ、ご飯 OK ファン増えた、イエーイ。つよぴー、総監督もゆきりんの卒コンまでですが最後まで頑張ってね。ありがとう。そうなんです、なんかゆきさんを見送るのでいっぱいになっちゃいそうだけど、だから自分の中で忘れちゃいそう、今日が総監督最後みたいな。でもやりきりたいと思います。まみちゃん、漢字バージョン、え、ついに就活しなきゃいけない年が来ちゃった。あら、もうそんな年齢。人前で話すの本当に苦手なんだけど、どうしたら緊張せず落ち着いて話せるようになりますか。不安しかないけどいい報告できるように頑張ります。私もね、人前で話すの緊張めっちゃしたな。慣れですね、やっぱ。だからいっぱいいろんな人の前でにです、なんか面接の練習とか付き合ってもらって、もう回数やろう。家族、先生、友達、そう、いろんな、しかもそんなに近しくない人とかに聞いてもらった方が緊張するだろうから、そっちの方がね、慣れる気がする。頑張れ。で、人前で一回失敗しとけば、その後本番で同じ失敗は多分しないと思うので、いっぱい失敗しときましょう、練習中に。次、めいちゃんありがとうね。でもメッセージない。めいちゃん、めいちゃんっていつもめでてます。ハートあげた。マリナちゃん、再び、私がみおんちゃんのこと大好きなことちゃんと伝わってる。大好き大好き大好き、もうすんごい伝わってます。そうだよ、大好きだもんねありがとうございます。あ、またはるさんメッセージないじゃないか。
ハートあげる。はるさんのおもろメッセージ楽しみにしてるんですから、次回もお願いします。武井さん、おんちゃんの魅力せめおんちゃんの魅力せうう違う、地球一の可愛さ、もちろん誰よりも輝くパフォーマンス、絶対歴代最強の AKB 愛、その通り。ただ私はこう答えます。メンバーやファン、 AKB のために誰かのために動けるその優しい心です。おんちゃんいつもありがとう、大好き。なんか自問自答みたいな。あ、おんちゃんの魅力、宇宙一の可愛さ、誰よりも輝くパフォーマンス、最強の AKB 愛、その通り。ただ私はこう答えます。メンバーやファン、 AKB のために誰かのために動けるその優しい心です、っていうことか。ありがとう。もう褒め上手なんですから。次、つよぴー2号、ピアリーナのコンサートで今からカラコミック聞くのを楽しみにしてますね。楽しみにしててください。ファンの方の前ってそれまでにやることあるの？さすがに発売記念コンサートなのでね、やらないってことはないと思うんですが。お、みゆちゃん来た。ちょっと一回書きますね。ちょっとね、漢字でフルネームはちょっと見えないようにというご要望なのでこうさせていただきます。はい、そう、フルネームレアだと思うので、この機会にいいですね、お互いの共通点とかこれから見つけていきたいなって思ってる。ぜひ見つけよう。最近めっちゃ来てくれて嬉しい。これからも待ってます。うわ、韓国の方だって思ったらスズメやないかい。ねえ、ちょっと私ハングルあんま書いたことない。何ポデコンジュってどういう意味ですか？合ってるかな。もうこの印刷されてるのをそのまま真似してます。どうですか？合ってる？キャッキャ、また来ちゃう。なんかまた消されてますからね、全部線ビーって控えてるけど、読みますけど、あ、書いてある意味、ポテコンジュはかっこいいお姫様って意味なんやけど、やっぱりミオは俺たちの、ミオは俺たちのお姫様なんやよね。お姫様大好き、ラブラブ十キュンだおー、キャーキャーイミオチーラブジュジー。ありがとうございました。カンサムニだ。かっこいいお姫様、かわいいじゃないんだ、嬉しいですね。とまるけいさん、今回の衣装の特徴は頭の花飾り、胸元と足首のリボン、その他ありますか？一人一人よく見ると全然この辺の形も違うんですよ。あと色もね。そうそう、胸元のリボン、私はピンクです、薄ピンク。そう、形全然違って、ゆいゆいとかとほぼ一緒の形だったかな。楽しみに、楽しみにじゃない、よく見てみてください。次、札幌たけちゃん、カラコンダンスレベルにドキも抜かれてます。激しい踊りの曲じゃないんで見逃しがちだが、個々のフォーメーションの移動レベル半端ねえです。よく見てる。あ、早く握手会でこのこと言いて。あ、昨日言ってるな。昨日ね、たけちゃんはね、とにかく写真集イベントの話しかしてなかったです。ありがとうね。あ、新時、宇宙で一番大好きです。2回目。ありがとう。そう、新時も写真集イベント来てましたね。写真集イベント来た人にはなんかファンのファン同士で仲良くなったって絶対聞いちゃう。あの場でなんかみんながつながっていってのおもろいもん。ソイくん、今回のカラコン行くイントロ聞いただけで一発で吉政さん楽曲だと思ったんだけど、言うまでもなく AKB にあふれるミオもすぐ分かったのかなと思ったりしました。どうでしょうか？どうだったっけな。でも先にもう知ってた気がするからな、曲聴くときには。でもめっちゃわかる、吉政さんだーって感じしました。
でもすごいね、イントロ聞いただけでわかんのは。サビとか聞いたらめっちゃわかりやすいけど。ひばじゅんさん、改めて新曲発売おめでとう。発売日はちょうど俺の誕生日を 313?今のところまだ当日のお渡し会とかお見送り発表されてないけど、もしあったらお祝いしてほしいな。立場変わっての初シングル、ミヨン自身も AKB としてもいいきっかけにしようね。ありがとう、全力でお祝いさせていただきます。パチ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 。次、ひでおさん、この時間はまだ仕事中でリアルタイムで配信見れないのが残念だけど、今日のサインが届く楽しみにしてるね。仕事頑張って。やっぱこの時間はみんなお仕事ですよね。残念。お、フランゼンさん2回目。最近オンちゃんの雑誌をすべて購入しましたが、すごい。ピンクのオンちゃんはセクシーで可愛い。セーターソログッズもセットで注文しており、私はアイドルオンオンの作品をもっと見ることができるの楽しみにしていますが、写真集シーズン2があるといいですね。すごい、すべて購入。アイドルオンオンの作品いっぱい見せれるように頑張ります。今年はありがとう。次、レイモンドさん、ありがとう。でもメッセージなしなのでハートあげます。でも2枚目だね。ありがとう。次、ワンチョさん、5年間の総監督もあとわずかだね。歴代総監督の中ではコロナ禍で思うようにいかないことが続いたけど、その中でもファンのためにいろいろと考えてくれて本当にありがとう。これからみおんちゃん自身がやりたいことたくさんしてほしいです。本当にお疲れ様でした。ありがとう。優しい。ワンチョさんもね、北海道ですよね確か。たまにしか会えないけど、いつも優しくて大好き。お、ちなさん来た。ハーフアップ大好きマン。でも先日の低めお団子も好きになってきて困っております。どっちも可愛い。波動の時だな。またやります。お団子、逆に最近ちょっとハーフアップが自分的に似合わないんじゃないかって思ってきて、あんまやってないんですよ。悲しいですか。今日は何を食べたのかな。そして明日の夜ご飯何がいいかな。ネギシ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 まあ見てたら分かりますよね。お、あきのりさん、ありがとう。でもメッセージない。あれか、いつも外の景色を見せてくれるあのあきのりさんでしょうか。ハートあげる。何ですか、めちゃくちゃ可愛いですよ。ハーフアップね、またやります。なんかここの上の高見菜さんみたいなハーフアップ私結構やってたんですけど、結構なんだろう、釣り目になりがちなので、低めのハーフアップはまたするかもだけど迷ってます。エネギしないの。リキューでもいいよ。牛タン何でもいい。ジュリちゃん、ミヨンちゃんお久しぶりです。関西なのであまり会いに行けませんが、3月17日ライブ行きます。嬉しい。当日私の誕生日なのでとても楽しみにしてます。だっておめでとう。お祝い、うーん、お祝いステージの上から全力で届けます。楽しみだね。鈴木隆さん、ありがとう。メッセージない。ハートあげる。次、サトカン、多分仕事終わってるはずなんで見れてると思います。お、どう、終わった。カラコミンク神曲、切ないけど、あーそうね、切ない歌詞だね、いろんな意味含めて。あとファンミが北海道なくて悲しんでます。これは会いに行くしかない、頑張ります。それな、北海道行けないんですけど、残念ながら東京で会えるかなね。先生ですよね。仕事終わってますか、お疲れ。次、むじさん、総監督お疲れ様でした。とりあえず AKB20 周年まで楽しんでくださいね。楽しんでいきたいと思います。20周年までどれぐらいだ。あと続いて、翔太、ミヨン、ヤッホー、カラコミック発売おめでとう。
夏曲っぽい曲調とかめちゃめちゃ好きなので、歌番組やライブなどで踊って踊るミーホが見れること楽しみにしてるね。ありがとう。翔太も昨日会いましたね。そう、いっぱいカラコンインクの歌番組とか見てください。続いてたくまさん、あ、里川終わってる、お疲れ。たくまさんだって呼び捨てで書けばよかった、間違えた。たくま、昨日会いました。去年はメンバーの卒業が多くて寂しい話題も多くて、いろいろと変わっていく AKB だけど、どんな時も好きです。今日は予定があって見れないけど、今回もサイン届くの楽しみ。そして DD 癖がありました私ですが、今年からついにミヨン単押しです。ゆうたな、やっぱね、これまではゆずちんがいたんで全部バラす。これから単押しかな、どうかな。次、エリオルマルさん、ミヨン大好き、総監督お疲れ様です。シンガポールから応援してます。ありがとう。なんか前もリミスタ送ってくれた、ありがとうね。続いてなおさん、え、ミヨンこんにちは、出たやばい子さん。早いもので10年半近く経ちました。時には道草や回り道もしたけど、最近は体調と相談しながら細々と参加してます。これからは総監督退任して少し肩の荷が下りると思うので、ブリブリのアイドルに専念できるね。総監督お疲れ様でした、ありがとうねえこんにちはがエモすぎてやばい。ブリブリアイドル頑張ります。続いて、あ、キリちゃん、止められない砂時計が空になる前に、あ、空じゃねえ止められない砂時計が空になる前に、たくさんみおんちゃんに会いに行きたいので、カラコン期間もよろしく、いつもありがとう。いっぱい会いに来て、うん、なんか切ない言い方する、いっぱい会いたい。次、かほちゃん、夏歩くでかほちゃんの方ですね。仕事で見れるかわかんないけど、今回もありがとう。少し早いけれど、総監督お疲れ様。この先一人のアイドルとしてみおんさんのやりたいことたくさん叶いますように。今苦しい日々だと思うけど、体調気をつけて日々過ごしてね。劇場お話から集めに行きます、ありがとう。優しいおうちゃん、これからも楽しみます。続いて藤本いつきさん、あ、ラジオ生電話、そうだ、いもり、イモリの名前決めた人、そうだよ。 ST をして認知されてると思わなくてびっくりした。してますよ、いつの日かおんちゃんと高尾さやかちゃんのツーショット見れますように。確かに写真撮りたい。名前覚えてますよ、みゆきちゃんね。元気ですか、イモリのみゆきちゃんは。次、福音さん、変わりつつある AKB だけど、まだまだみんなの経験が必要だと思ってるよ。総監督優待後も AKB にいっぱいを注いでください。で、ワイとこれからも仲良しでいてくださいね。ね、仲良しおじさん、仲良しでいいよね。あ、みゆき元気でよかった。次、めいちゃん、漢字でめいちゃん、ミヨンの小さくて可愛いとこと無邪気な笑顔が大好きだよ。ゆのもぎおこすごい楽しかった。ミヨン髪色全部好きなの。あら、嬉しい。5月のオンラインお話し会参加するから、メイで覚えててくれたら嬉しいな。オッケー、この感じめっちゃ可愛いね、メイ。5月待ってます。次、おかずちゃん。お、こんばん、おかずちゃん。この名前かぶってないか不安だお。可愛いあだ名で気に入ってます。私が決めたんだっけ、おかずちゃんって、そもそも。ミヨンは新しい推しメンかも。これから仲良くなろうね。ちょっとかもじゃなくて、そうでしょ。スズネと一緒にいつもありがとうございます、来てくれて。すごい一気にね、レーンが賑やかになるのよ、二人が来ると。次、ひろのりさん、カラコンインク発売おめでとう。吉村さん楽曲作曲で、さすがは神曲だね。初の有音神明最高。それな、初ユーオンシンメマジで嬉しい。柴田さんも最高。次、ユーマさん、アイドルなんかじゃなかったの、仙台ファンミから好きになりました。 AKB が好きになりました。 J
人生初の僕の太陽公演を見に行き、その時のミオンさんの姿が忘れられません。あら嬉しい。これからのますますの活躍を心からお祈りしてます。頑張ってください。嬉しい。じゃあ僕隊で好きになってくれたのかな。よかった、公演見てもらえて。セッキー総監督お疲れ様です。ミオンが総監督でよかったよ。グラビアも復活してほしいし、復活していいし、ファッション誌もいいよ。僕はミオン推しでいきます。ありがとう。いいよ、いいね。ああ、ユーマ同期と一緒に来てる人、わかった、ありがとう。次カトシン、あ出た。改めてこの間の波動アップ練習企画で対戦できて本当に嬉しかったよ。ありがとう。対戦できただけで満足かと思いきや、正直日に日に負けた悔しさが込み上げてきたので、波動が勝利として必ずリベンジします。やばい、勝っちゃったからいやいやいや、次やったらどうかわかんないですけど、また戦いましょう。ぜひ次ケンワカさん、やっぱりオードワイドソングが好きなんで AKB の可愛さがある今作好きです。総監督お疲れ様でした。退任しても応援するし、握手が行くので安心してください。最近は公演もそこそこ行けて、おんちゃん気づいてくれるのが嬉しいです。ありがとう。私も結構公演出れてるしね。握手会も公演も待ってます。あさっち、総監督引き続きもうすぐだね。これから一メンバーとしてどんな姿でも変わらず応援してます。いつも元気をくれてありがとう。オン大好き、ありがとう。あさっちさんも全然最近会えてないけど会いたい。また可愛いの作ってください。次柏木さん、新曲発売おめでとう。聴けば聴くほどいい曲で MV を何回も見ています。衣装も可愛くてオンちゃんすごく似合ってるよ。コンサート楽しみにしてます。ありがとう。柏木さんも2枚目かなね。新曲いっぱい聴いてみてください。あ、セッキーまた来た。早いターンが、スパンが。UED プロデューシング公演も始まったね。絶対に当てて見に行きたいな。私もたくさん会いに行くよ。ありがとう。ぜひ新公演待ってます。まあまだ2回ですからね、入れてない方はたくさんいると思うので。あ、来た、ハリーさん、こんばんは。現場なかなか行けていませんが、美しくて可愛いミオンちゃんのお顔を一瞬でも一回でも多く見に行くことが今年の目標です。今年もチャリ飯旅楽しみにお待ちしております。もうチャリ飯旅大好きすぎんのよ、ハリーさんは3回目あるかな。でね、めっちゃ現場来てくれてますよ、ありがとう。堀ちゃん、本当はリアコって話する？え、そうなの？知らなかった、信じてないけど、本当かな。堀ちゃんポーズありがとう。次龍一さん、昨日の握手会いっぱい話せて楽しかった。ミオンから手渡しでチョコもらったのがめっちゃ嬉しかった。そう、手渡しチョコの5人のね、人のうちの1人です。ありがとう、チョコ渡せてよかったです。カズさん、総監督お疲れ様でした。これからも応援します。ありがとう、頑張ります。次ルビーさん、お、台湾からのファンです。ずっと大好きで、5月握手会で会いましょう。あら、5月来てくれんの？日本嬉しい、待ってます。次ヒロピー、いつも可愛いミヨンが大好きです。これからもずっとミヨン推し、ありがとう。ヒロピーもね、いつも来てくれてます。いつも必ず生誕って来てきてくれてますね、ありがとう。次、お、宮崎のりょうちゃん、いつもニコニコのミヨン見てると疲れが吹き飛びます。自慢の推しです。今年こそ自分の夢叶えるためにも何度も挑戦し諦めずに頑張ります。ミヨも対象に気をつけて一緒に AKB 盛り上げていこう。ありがとう。りょうちゃんね、その歌手、歌のね、あの歌手になれるように頑張ってるんです、夢に向かって。みんなで応援しよう。ありさちゃん、初めてリミスト買いました。このシングルの曲調、衣装、雰囲気、振り付けなど全てがミヨにすごく似合ってるなと思いました。今年は認知してもらえるように頑張ります。ミヨン大好き、ありがとう。え、どのアリサちゃんだ、認知まだしてないのかな。ぜひ
っぱい来てね。そしてなんとサインがこれにて切れてしまいましたので、ここからはサインを書きながら行きたいと思いますが、今は何分ぐらいでしたっけ。おはようございます。9時半まで、あれ9時15分まで、9時15分までか。よし、え、あと30分ぐらいだ。頑張ります。さあ、あいちゃん、2016年のライブでリアルミオンちゃんになってからずっと応援してます。昔ありがとう。今作オンラインで初めてお話できるのドキドキワクワクしてます。いつも可愛いミオンちゃんが大好きです。ありがとう。2016年何のライブだろう、気になる。次、メンタルさん、5年間総監督お疲れ様。うんちゃんが総監督になってからの AKB を最初から最後まで見届けることができ、悲しいことや嬉しいこと辛いことも全部含めて最高に幸せな5年間だったよ。ありがとう。確かに最初から最後まで見守ってくれてるって思うとファンの人たちすごい、いつもありがとうございます。コメントもいつも書いてくれてね、メンタルさん。ゆうてん、ありがとう。あ、さっきの同期ですか、ゆうてん。メッセージないのでハートあげる。次、さきちゃん、総監督の時間もあと少しだね。少し早いけど本当にお疲れ様でした。理不尽と戦い、重圧に耐え、それでもなお誰よりも AKB のことを愛して一番に考えてくれてありがとう。ここからアイドルとしてやりたいことたくさんして楽しんでくれたら嬉しいです。優しい、ありがとう。さきちゃん、おもろくて優しくて可愛くて大好き。ずっとさ、あとさきちゃんに言おうと思ってたの、サーヤに似てるって言われません？なんか雰囲気、なんかサーヤサーヤっていうのはすごいあれしちゃった、呼び捨てにしちゃった。サーヤさん、ラランドのサーヤさんね。そう、なんか綺麗でおもろくてみたいな、ショートで言われるでしょね。めっちゃなんか最近すごい思った、言えてすっきり。道の奥のたけしさん、今まで総監督務め上げてくれてファンとしてもありがとうと言いたいです。これからも AKB を支えてください。ありがとう、頑張ります。これからも。次、お、みれちゃん、かなり好きです。めちゃくちゃの間違いでしょありがとうございます。私もかなりめちゃくちゃ好きです。次、安宅さん、私も、あ、ミオンと同じ1月29日に年を重ねて還暦60歳になりました。ああそうだ、同じ誕生日。でもまだまだ若いもんには負けねえよ。かっこいい。ハルコン3公演とも全力スタンディングでライト振るからね。ありがとう。超最高。最高60歳。同じ誕生日なのも嬉しいね。りなちゃん、今日もみおんちゃんが大好き。ありがとう。今日も愛受け取りました。ありがとう。続いて、ゆうやさん、総監督お疲れ様でした。アイドルとしてのミオも楽しみです。アラコミン、これぞ AKB って感じの曲だったりダンスだったり最高です。ユリコミ行ってみたいです。握手会などムーミンと横断バッグ持ったエニー君楽しみにしてます。そう、横断中バッグくれる人ありがとう。いつも監督ものね、あれもありがとうございました。写真集の紙イベント最高でした。5年前おんちゃんが総監督としてツアーで僕の地元にいた姿を見て、自分も人生頑張ろうと決意し、ついに今年の春親友と起業することに。そう、昨日その話聞いてびっくりした。かっけえ、総監督になってくれて人生変えてくれて本当にありがとう。大もたで幸せなんだ。すごいよ起業は。めっちゃ応援してます。
次かなちゃん、 MV も歌番組のおんちゃんも全部可愛くて大好きです。コンサートも楽しみ。ありがとう。かなちゃんも昨日来てくれた、ね、コンサート楽しみですね。次おのてつさん、こんにちは。おのてつでございます。いいっすね、なんか脳内再生できる。新曲プロモーションやらコンサートリハーサル大変だと思いますが、みんなで頑張ってください。3公演全部行きます。やったー。おのてつさんはね、そもそもみーちゃん推しなんですけど、昨日握手会来た時にあ、おめでとうございますってなぜか言って、私がおのてつさんも ありがとうございますって言って本人、全然本人いないとこで謎の会話してました。本人みたいな会話してた。ともかちゃん、次いつ会えるか分かんないけど、会えるときいつも遠くから飛んでいくね。みおちゃんも頑張ってるから会えるまで仕事頑張る。頑張れー。ともかちゃんも結構ね、遠くに住んでるんですけどね、でも遠征してきてくれてありがとう。お、ハリーマポーターさん、新曲発売おめー、長年勤め上げた総監督お疲れ様。最近ますます人間味と魅力がパワーアップしたミンヨンが愛おしくて、さらに好きが増しました。普段もあんまり言わないけど、これからも共にたくさんの思いを作っていきましょう。ありがとうね。人間味ちょっと我ながら増しすぎちゃってやばいかなって思ってるんですけど、大丈夫かな。それでもいいですか。高畑さん、やっぱりミヨにはドラマや映画で活躍してほしいです。えぇ、クドカンやバカリズム脚本のドラマとか映画だったら、山崎賢人主演の相手ヒロイン役とかでいつの日か見てみたいです。すごいすごい、今あの継承略で読ませていただきましたが、そのままね、また演技も挑戦する機会があれば頑張りたいと思います。お、瀬戸の、やばい、瀬戸の高さん、振り付けいいですね。テレビ初披露のおんちゃんのウィンクも最初に可愛かった。嬉しい。ニックネーム字数が多くてごめんね。いや、でも綺麗に書けたので満足です。ありがとう。次、えみちゃん、お、昨日来てくれた人、ムチュール、ムチュールに似てるって私と同じようなこと言ってた。えみちゃん、今日から一足早く社会人1年目頑張ります。またみおんちゃんと同じできますように。そうだ、今日から社会人って言ってた気がする。頑張って。見れてる、あ、見れてる、いるじゃん。ムチュール合ってる。アリサちゃん、可愛いのはもちろんだけど、いつも面白くて人間味のあるみおんちゃんが大好き。これからもよろしくね。マジね、人間味のある会話しかしてないアリサちゃんとはね、おもろいですよね、うちらの会話ありがとう。続いてワタスさん、メッセージが残念ながら久しぶりにない人だったのでハートあげます。ありがとう。次、AKB 本箱おじさん、今回もやってまいりました。 DD ながらオン様ずっと大大大好きおじさんです。あれ、昨日はミンオン推しですって、これで信じてくれたって言ってたのに、もう自分で DD 言うてるやないかいでもありがとう、 AKB 箱推しってことだもんね。次、ちーちゃん、317のコンサート行きます。久しぶりにライブ来るの楽しみ。新曲聴けるのも楽しみ。コロナ禍なってか握手会劇場行けてないか、またいつか行けたらいいなの気持ちです。待ってるよちーちゃん、コンサートの感想聞かせてください。次、カズノコさん、去年からみおんちゃんのファン、ちょっと待って、かすれちゃったからもう一回書きます。去年からみおんちゃんのファン始めました。そう、
元中西千代漁師、元というか今もか、イミスタも初参加ですね。いらっしゃいませ。サイン、そうか、これもサイン初、いやー、よかった、書き直してちゃんと。これからみおんちゃんのうちわ持ってイベント公演たくさん行きたいと思います。嬉しい、マジで待ってる。千代さんの話もなんかいっぱいして楽しいです。負け男ね。あ、ちーちゃん、もう一人、伸ばし棒ちーちゃん、赤さんが生まれて、あ、明後日で3ヶ月、あ、早い、時が経つの早いね。みおんちゃんからのサイン応援メッセージのやつ病院に持って行って部屋に飾ってたよ。よかったね。もうシングルになっちゃったけど頑張って育てていく、応援してる。ちーちゃんなら大丈夫、ぜひ大きくなったら連れてきてください。お、タムチン、今回のシングルも好みでたくさん聴いてます、ありがとう。春コン昼夜行くのでよろしくね、だって。どっちも待ってるね。アイドルまだまだ楽しみます。なつきちゃん、みおんちゃんかわいい、優しい、好き。シンプル、嬉しい。昨日か一昨日かなんかめっちゃ来てくれたよね、ありがとう。またね、また来てね。続いてみおとけいちゃん、ちょっと切る場所が分かんない、みおとけいちゃんなのか、みおとけいちゃん、いや、みおとけいちゃんか。これからも応援してます、ありがとう、応援してね。次、さきちゃん、ネモハモ以来のインターネットサイン会の参加、おお、久しぶりだ。ミオに名前映えるの本当に嬉しい、ミオこれからも応援するし大好きだよ、ありがとう、さきちゃん、お久しぶり。お、2枚来ました、つよぴー、うーん、すごい、何枚目、楽しいからこれからもずっとミオの応援するね、ありがとう。つよぴーも本当に一途に応援してくれてて優しいです。OK、 ありがとう。次、まさよしさん、初めてサイン会参加します。あら、私からのサインも初めて、ファンとしてはまだ新規です、これから応援します、ありがとう。初サイン絶対に飾ってください。次、春太郎、今回も選抜入りおめでとうございます。ギャル音ビジュアルさ優勝しすぎてて好きが溢れました、嬉しい、ギャル音ピース。続いてみすずちゃん、あら、ゆなもぎょんちゃんのきっかけで好きになりました、ありがとう。元気ないとき YouTube 見返して元気もらって、看護師頑張ってます、看護師さん大変だと思うけど頑張って、ありがとう、いつも。よし、続いて、お、緑ボン、再びミオンのいろんな写真を見返すたびに癒されてます、ミオンのいろんな動画を見て元気をもらってます、ミオンのいろんな声が落ち込んだ俺を奮い立たせてくれます、ミオンは生活必需人なのです。そうなの、すごい、ありがとう。よいしょ、ちょっと終わるか不安になってきました、私だいぶ一部のあの余裕はどこやら、まだ全然あります。まゆちゃん、就活とかで今回イベント全く参加できない予定だったのにリミスタがあって嬉しかった、あ、よかった、今日もバイトで見れてないです、あら、今回ユーヨンがお隣さんでお友達とたくさん湧いてます、そう、ユーヨン新名、ぜひ湧いてください、これからも。続いてさえちゃん、お、メッセージないけどあのさえちゃんかな、ありがとうございます、ハートあげる、よいしょ、
次てっちゃん、新曲発売わっしょい。いいね、シンプルコメントわっしょい、ありがとう、いつもみてつあ、さえちゃんいた、ありがとう。まどかちゃん、実は密かに話し会参加していて、今年で3年目になるので、お、結構長く、ありがとう。今回たくさん話しに行きたいです。その瞬間も可愛くて時々ギャルくて、でも総監督としてかっこいいみおちゃんが大好きです。日本中を AKB でいっぱいにしたいくらいずっと AKB が大好きです。かわいい、愛すごい感じた、ありがとう。次、山口県のよしきさん、みおちゃんお疲れ様、ゆうゆう推しというのにいつも話を聞いてくれてありがとうね。いえいえ、全然他のメンバー推しの人とも私は話すの好きなので、そのメンバーの話とか聞くのも面白いし、いくらでも来てください。次、みさきちゃん、あら、はじめまして、出戻り勢です。嬉しい、お帰りなさいませ。九州に住んでる23歳女の子です。春コン初現場なので楽しみにしてます。オンライン話し会も今回から撮り始めました。応援してます。嬉しい、本当に始まりたてだ、出戻りたて、やった、これから楽しいこといっぱい一緒にしていこうね。うん、漢字がめっちゃ可愛かった、名前の。そして奈良ちゃん2枚来ました。やばいよ、奈良ちゃんのメッセージやばい、やばいじゃない、ダメだ、やっぱりおんちゃんにボコボコに殴られたくて仕方ない。あ、やばい人います、はいちょっと怖いのでさようならもかじさん、総監督お疲れ様、でもまだまだ卒業しないでね。しません、一緒に楽しみましょう、 AKB ありがとう。次、沙織ちゃん、ちょっと早いけど3代目総監督お疲れ様、もんちゃんが総監督になってくれて私はすごく嬉しかったよ、ありがとう。私が思うもんちゃんの好きなところはもんちゃんの笑顔です。わーい、笑顔、沙織ちゃんありがとうございます。次、山崎正弘さん、カラコンウィンク可愛くて明るくてザ王道アイドルソングで好きです。あー、ファンミでね、ユキヨンと写真撮りましたね。あ、ユキヨン推しって、そう、この間も言ってたよね。ありがとう、握手会に来てくれて。お、カタカナでまゆちゃん、ありがとう。でもメッセージがない、残念、またあげる。次、永見栄一さん、総監督お疲れ様でした、難しい時期に AKB を引っ張ってくれてありがとう、引き続き応援していきます。こちらこそありがとう、永見さん、もう私単推しかな岩見とね、どっちなんだ問題ありましたけどね。続いて、ゆうひさん、浦和の私からみおんちゃんのイベント参加します。あら、嬉しい、僕は春から高校生になります。若い、高校生になっても変わらず応援してます。あら、春コン2日目の夜参戦します、またお小遣い貯めてきます。かわいい、ありがとう、待ってるね。吉蔵さん、これからは総監督ではなく一人のアイドルとしてのみを応援していくのが楽しみ、ありがとう。あと昨日握手会もね、来てくれてありがとうございます。お、星野さん、ちいかわおじさん来た、
最近セクシーマシマシでドキドキです。おじさんファンを困らせないで。チーカー好きのファンよりおもろ。ドキドキですか。チーカー好き、チーカー T シャツを着ながらもちゃんとおじさんでおもろい。次、よっす。今回は向井地美音ちゃんがいっちゃん可愛いです。本当に総監督として参加する最後のシングルだと思うけど、改めてお疲れ様でした。大変な役職を務めながらもいつも可愛いミヨンでいたことに拍手。まだ まだ少し早いけど、これから伸び伸びとレモン文字数、あ、レモンサワーを飲ませていただきます。ワン・ジンリンさん、ミヨンが健康で幸せでアイドル生活を満喫していることを願っています。もし今年中国に来る機会があればぜひです。待ってます。中国ね、最近全然行けてない。コロナ禍以降ももちろん行ってないか。行きたいです。また上海ディズニーまた行きたい。あ、最悪だ、漢字間違えた。続いてトールさん、宮地トールさん、なんかうまく書けない字合ってるかな。あれ、あ、さっきので合ってた。トールの正しい文字をコメントに書いてくれてた。そっちで合ってました。はい、トールさんありがとう。この線がね、合っていいんですね。よし、角い指して角いへ。本当にいつも努力を重ねていて、自分自身を見習わなければなと思っています。マジ自分ではそんなことないよとか楽しんでるからと言ってはいるけど、イケメン一員としての頑張りは誰もが認めてると思います。いつも頑張ってるよ。ありがとう。お前いいやつ。昨日もね、いっぱい長々喋りましたね。心理さん、総監督交代まであと少しですね。2019年4月から今まで総監督としてイケメン引っ張ってくれてありがとう。あなたのパフォーマンスが大好きだから、一人のアイドルとしての今後も楽しみです。ありがとう。これからも一アイドルとして頑張ります。次、ローマンさん、総監督お疲れ様でした。これからも伸び伸びと自由に活動してください。応援してます。ありがとう。伸び伸びと頑張ります。楽しみます。次、リュウオン、ユイリープロデュース公演の初日ベスポジで見れて最高でしたね。オネストマン懐かしい。ランダム選曲が希望的リフレイン入ってるのが熱い。いつか決めポーズで指を差し合いたい。好きすぎてんとこね。オネストマンの時マジ目の前ゼロズレだったね。上手の柱のすぐ隣の2列目のところが私のオネストマンゼロズレ1でおすすめです。緑本めっちゃ何個目、ありがとう、たくさん。誕生日に書いてもらったサインが届いたよ。とてもとてもとても嬉しいです。このお礼はどう返せばいいかな。いっぱい会いに来てください。ありがとう。マッコブー、のんべえのみおんちゃん、お酒飲みすぎてませんか。大丈夫ですよ。百薬の長と言いますが、ほどほどに。最近みんな怪しいと言われたことありますが、私はずっとあなたのファンですので、みおんちゃん怖い。みおんちゃんチキ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 。本当ですか。いろんな情報入ってますよ。18期生のなーにちゃんかな、知ってるけどね。ありがとうございます。はい、続いて、あきさん、コンサート楽しみにしてます。海外出張入ったけど、ゆくに卒コン当日に帰国する予定ですね。その話聞いた、ありがとう。すごいね、マジ体力ある。待ってます、帰国。そうですよ皆さん、あのね
ファンの方同士もね、やっぱ人は信じちゃいけませんよ。私に教えてくれる人もいるんですから、あの人最近研究生のとこ行ってるけどとか言って、でも私は全然あの看護師絶対系じゃないので全然いいんですが、まあ一押しであるままだったら嬉しいなって感じですね。はい、のぶちんさん、本当にみおは日々の元気の源ですよ、いつもありがとうね、大感謝です。のぶちんさんもさ、結構昔からの全肯定してくれる優しいファンさん、ありがとう。コメント欄がざわついていそうみんな気をつけなされ。大師匠あつしさん、みおの笑顔にはいつも元気もらってるよ、ありがとう。3月16日まで総監督頑張ってね、頑張ります、ありがとう。アンソン、いつも私の悩み聞いてくれてありがとう。え、そんなことないよ。最近ミーヨンのグラビアの劇場公演も本当にすごい。総監督のプレッシャーもうすぐなくなるので、ミーヨン AKB 人生全力楽しんでほしい。ありがとう。アンソン。昨日、おととい、まなみとあみのイベントに、あとひななに会えたって言って喜んでました。ね、まなみ、風神雷神 T シャツ着てて可愛かった。ミーヨン約5年間総監督お疲れ様、これからも一人のアイドルとしてミーヨンの子大好きだよ、これからもアイドル活動楽しんでね、カラコンインク全てが素晴らしい、これからもいっぱい聞くね、ありがとうございますね、これからも応援してね。ともみさんめっちゃね、なんか一人一人のメンバーのこととか私に語ってくれたりとか、めっちゃイケビアやる。のんたん、あら、ありがとう。またさっきに続き来てくれたけど、メッセージなしなのでハート。あ、あらけ。4月から社会人で行ける回数減っちゃうと思うけど、ずっと応援してます。ありがとう。あらけも誕生日同じなんだよね。そう。でこの間のイベントきっかけでなんか友達増えてて、私は嬉しい気持ちになりました。次、ダンダラさん、お、今度の僕隊当たったんで行きます。え、今更だけど初の僕隊、ゆきりんさんの公演の日、すごいやん。それが初僕隊はちょっと豪華すぎるよ。春コンと2週続けての遠征、あら、何県楽しみにしてます。そっか、遠いから、遠いとこうなっちゃうのか。いやでも遠征する価値は絶対にありますよね、ゆきさんの初日だもん。楽しみましょう。次、マーシー、握手会のピンクの私服似合ってたよ、ありがとう。あれでピンクチュロスを食べたら映えてたけど、結局食べられなかったのかな。チュロスね、ちょっと食べる、買いに行く時間なくて食べれなかったです。食べたかった、確かに。次、昨日は夜勤明けで少しだけだったけど、ミオに会えて嬉しかったよ、お疲れ様。5年間総監督お疲れ様でした。今後もメンバーの一人と一致して思いっきりアイドル楽しんでね、これからもおしめんです、ありがとう。夜勤明けで握手会来るのとかってさ、本当にすごい、みんなありがとうね。カズマさん、総監督大変、本当にお疲れ様でした。大変なことや辛いこと多くて、活動心が楽しめないこともあったと思いますが、それでもファンを楽しませようと考えてくれて、それを行動にしてくれたことは本当に感謝しかありません。ぜひそうなるちゃん支えてあげてね、ありがとう、いい人。お、さあ、というわけでちょっと終わりが見えてきたんですが、ここからは追加分ですね。放送中に買ってくれた人かな、秋人さん、総監督もう少しで退任だけどお疲れ様でした。卒コンと2日目も見に行きます。え、握手会の時嵐の話をしたいです。おお、しましょう、ぜひ。やっぱね、私のね、友達、地元の友達とかもみんな嵐さんのファンだったんで、少しぐらいなら私もわかります。
次ミニマムさん、初サインです。土曜日ベビー連れて初めて握手会行きました。覚えてる。途中で寝ちゃってごめんなさい。また起きてる状態で会いに連れて行きます。遊音支援の英才教育に努めます。かわいい。ぜひもう子守歌で遊音遊音っていっぱい言って育ててください。また会えるの楽しみにしてます。お子さんとも。アメミ、昨日は握手会ありがとうございました。髪色とても似合ってらっしゃって可愛くてお綺麗でした。久々でしたが覚えててくれてありがとうございました。もちろん覚えてます。髪色もめてくれてありがとう。そういえばなんか私に敬語使わないようにするとか言ってなかったっけ。普通にオンさんって今も呼ばれている。次グルタミンさん、AKB が48人未満になっちゃうし、深い暗闇に覆われるし、未来を見られないと親時期在籍に続けてる決断は決して容易ではないはずだ。コロナ禍に明けてまで AKB 勢を率いて3代目の総監督を務めて本当にお疲れ様でした。あ、すごい、ありがとう。ねえ、確かに48人もいない、低くなっちゃうのか。ねえ、でもまたみんなで力を合わせて新しいAKB を作っていけると信じています。小川さん追加、私もサイン集めるぞってことで締め切り直前に追加。リミスタ後のリハも頑張ってね。ありがとう、めちゃ追加してくれるじゃん。この後も頑張ります。ネギシ食べたんでマジ頑張れる。え、今何分ですか。ちなみに、あ、めっちゃ時間ぴったりかもしれん。9時12分、やっぱこんぐらいのペースでいかないとダメなのか。リナリンゴさん、滑り込みで申し込めました。息子が高校受験で最近情報があまりチェックできていなかったので、みおちゃんサインは絶対に欲しいからリミスタは外したくなかったの。ママ大変。ハラコンウィンク、 AKB らしい素敵な楽曲だよね。ウィンク好きの私には最高の楽曲です。ありがとうございます。ねえ、息子さん高校受験応援してます。頑張れ桜酒。ゆうかちゃん、総監督お疲れ様。みおんちゃんが総監督の AKB を好きになってよかったです。それからの AKB ももちろんみおんちゃんも応援してます。大好きです。いつもありがとう。ありがとう。ゆうかちゃんもね、確かにこの私が総監督になってから AKB を好きになってくれた人だった気がするので嬉しいです。続いて渡辺さん、2回目新曲発売おめでとう。振り付け可愛くてめっちゃ好き。動き早くて振りコピは諦めたけども、いや、これ振りコピしてくれてる人を客席で見つけたら拍手する。やってみて。続いて TKMG オンさん、誰よりも AKB について考え行動し AKB を愛した約5年間、 AKB に関わる全ての人に愛をありがとう。すごい。総監督お疲れ様でした。退任後少しでもんちゃんが自分のために自由に活動できることを祈って、願ってます。と大好き。ありがとう、素敵な言葉、ね、自由に、自由にというか自分らしく楽しめるように頑張ります。さあ、もう本当に終わりかけです。浜松スポーツさん、浜スポさん、総監督お疲れ様でした。この前の握手会ありがとうございました。久しぶりに会えて話してよかったですね。もちゃん話しやすくていつも楽しいです。嬉しい、ありがとう、そう言ってもらえて。ラスイチです。ついに最後は愛知のいちごさん、コメント欄ずっといたよね。お待たせしました。総監督お疲れ様でした。なかなか会いに行けてないですが、これからも応援します。わかりますよ。覚えてるのって前びっくりされた気がするけど、ちゃんと覚えてる。ありがとうね。ってことで、うわすごっ、天才だ私。15分ぴったり、ありがとうございます。
いいペース配分でできました。あれ右手もだけどなぜか左手が痛い。映ったでは本当にお疲れ様でした。この後はリハーサルがあるので頑張ります。じゃあスクショタイムしときますか。よっ、お願いします。どないでしょうか。右目からウィンクは無理です。あとはこれと、オッケー。皆さんありがとうございました。よっよっ、長い時間お付き合いいただき感謝です。え、なんか目の下黒。あ、大丈夫だ。また配信します。そしてなんだっけ、これジャケット届くの楽しみにしててください。応募してくれたみんなありがとう。あ、最後ランキング読みます。13位ホリちゃん、12位バジュンさん、11位ターさん、10位マミちゃん。あ、ちょ変わった。まあここまではだいたい一緒。10位アンズちゃん、9位アリサちゃん、8位カホちゃん、7位リュウオン、6位湯浅ひろしさん、5位つよぴー、4位マリナちゃん、3位サポートケチャミヨシさん、2位オガさん、1位マッコブーさん、そして29位はリサタンでした。ありがとうございました。またね。埼玉仲間ということでよろしくお願いします。ありがとう、ごめんね。きっとどうだろう、見てくれてるかわかんないですけれども、こちら送らせていただくので待っていてください。そして私はもうリハが始まってしまうので行ってきます。すいません、急遽ありがとうございました。バイバイすごいスピード、行ってきます。リハーサル